Thank you.
皆様おはようございます。第37回全農日本カーリング選手権大会が昨日から始まりました。軽井沢アイスパークでございます。2日目の朝を迎えました。軽井沢だいぶやはり先週末あたりから冷え込んできまして、凛とした空気が漂う中でこの軽井沢アイスパークもまたその朝の雰囲気、これから一日またドラマが始まるぞという、そんな雰囲気に包まれたこの軽井沢アイスパークでございます。今日もゲームの模様を今皆様ご覧のインターネットストリーミング放送でお聞きご覧いただきます。ぜひとも朝、午後、夜と3つの試合たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。この時間の実況担当は坂田博明です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、この後のカードなんですけれどもね、皆様にお届けするのはですね、出ました軽井沢ダービーTM 軽井沢対 SC 軽井沢クラブ、男子の TM 軽井沢対 SC 軽井沢クラブのゲームをお届けいたします。ゲームの開始予定時刻はこの後9時でございます。ゲームの開始までもうしばらくお待ちください。ワンフォーオールオールフォーワン、分かってるはずさ、守るもんは大地の恵みを育て自ら分け合う人類のあるべき姿の象徴的な共同組合の共がないと共存できない、テリトリー奪うより手を取り歌う、ワンフォーオールオールフォーワン、なくならない格差社会、弱者に拍車泣くな、ヤバい大気圏の中にある大自然、助け合わなきゃ絶対危険、寸志の通った吹きと伝統と守るうちの弁当、協力体制組まなきゃ遠のく再生、我らインステのシスタムピンだ、やっぱ国産まだまだチャレンジメイディンジャペン、エンジンかかるエンディングな、高めていく先人からの尽くしと攻守コメラブコール、人と人つなぎ合うロープ、誇りと皆の生命線と価値を守る JA ゼノ。ここで今回の大会の商品をご紹介します。優勝チームには今大会を特別協賛しております全国農業協同組合連合会より副賞が贈呈されます。まず優勝チームへの副賞はこちら、氷温領域で一定期間熟成することにより1年を通して新米のような美味しさ、長野県産米氷温熟成米コシヒカリ1トン、そして日本が誇るいちごの産地からいちご100パック、さらに日本代表として海外に遠征する際のお食事サポート券、
以上が男女それぞれの優勝チームに贈呈されます。さらに MVP に選ばれた選手には信州プレミアム牛肉ロース1キロが贈られます。今大会の会場軽井沢アイスパークではドドーンとどんぶりスポーツ応援をテーマにストーン型絵馬に選手への応援メッセージが書けるどんぶり型モニュメントや全能の食の応援団虹のコンキスタドールのミュージックビデオの上映など楽しいコンテンツをご用意しています。 JA 全能は昨年度から各種スポーツの日本代表チームが海外遠征する際の大会現地での食事サポートを強化しています。全農の海外ネットワークを活用し現地で日本のお米や和牛を使って和食を提供したり管理栄養士を派遣して栄養を補うためのおむすびを準備するなど選手の皆さんが海外でも最高のパフォーマンスを発揮できるよう日本の食を通じてサポートしています。その模様はツイッターアカウント全農広報部スポーツ応援で随時配信されています。 JA 全農はこれからも日本の食を通じてスポーツやアスリートをサポートしていきます。 JA 全農からのお知らせでした。さてそれではここからは解説の方とともにお話を進めていきましょう。長野県カーリング協会佐藤美月さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。残念なお知らせがあります。美月さんの解説がなんと今大会これが最後と寂しい。いやーもう残念のブーイングが今もう全国から届いてますよ。おかしいです、おかしいです。この後は素晴らしい他の解説の方もいらっしゃいますので、はい、いや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 、あの皆さん通じてね今回はご活躍いただくんですけれども、あのどういう事情かっていうのは、まあ、簡単に言うと、日本を離れなければいけない。そうですね、明日からちょっとロシアの方へ遠征ということでちょっと留守にします。あの後ほど DJ タイムの時にねちょっとその辺の話もいただこうと思ってるんですけれども、あの日本ジュニアカーリング選手権大会女子の日本代表のコーチとしてはいお出かけということ、あのまあちょっとだけその話もしますが、楽しみもありませんか。でもね、大変かもしれないけれど、非常に若い選手と一緒に行きますので、毎試合毎試合成長する姿を見せてくれてますので、非常に試合は楽しみです。やはりその若い選手たち、まあ、本当にあの活発なプレーでね、まあ、もちろん日本を飛び出して世界ジュニア B でまず活躍をし、はい、そして今度はこれだから A、B って要するに下から上がっていくと A,、ね、A の大会があるってことですかね、はい、そういうことですよね、はい、またより一層大きな舞台こう長丁場なので、うん、これから大事になってくるんじゃないかなと思います。公式練習は一昨日で昨日は、ゲームが昨日からということ、はい、まあ、そのあたりもちろんまたアイスも作りますし、まあ、その中ででもちろんこの後は日々変化ということですよね。そうですね、うん、まあ、アイスメーカーさんの方も毎日アイスメンテナンスしてますので、まあ、最終日にどういうふうに仕上げていくのかなってい こうお互い読み合いっていうところもありますので、そのあたりも一つ面白いんじゃないかなと思います。さて前に黄色のストーンが3つ溜まってしまいまして中に赤が1つだけです。ちょっと展開的にはセンターライン付近の攻防になって SC 軽井沢クラブとしてはなってしまっているという、そうですね、ことですかね、まあ、ただ男子ではよくこういう風になりますよね。よく見る絵面というか、はい、男子独特な感じかなと思います、はい、うん、裏へ来る、うん、どのぐらい回り込めているかというところですけれども、あでもどうですか止まった位置の評価は良かったと思います。まあ、完全に隠れたわけではないんですけれども、まあ、見えづらいですので、うん、まあ、直接ダブルテイクするのは難しい位置に止めることができたと思いますので、はい、まあ、山口選手ね、やっぱり前からという選択肢になりますよね、うん、ずっと前から前からというふうに切っていこうとしてるんですけれども、やっぱりこう前を外していかないとそうです、ね、ちょっと先へ進めないという感じですかね。自分たちの黄色のストーンなんですけども、ちょっと邪魔になっちゃってますので、はい、
ちょっとどうしても完全にまだ前に数で言ったら3つですもんね、これでもね、はい、中の赤のストーンはの1つ除きました。ゆっくりなんですけど来ますね。なんか止まりそうで止まらない感じでずっと進んでるような気がしますけれども、 そうですね、その辺のジャッジはあのコウスケ君素晴らしいですので、まあユースケ選手はね、はい、まあ、任せきってるという、なるほどなるほど、そういう信頼関係はやっぱり見えますよね。スイーパーがどのくらいのこれがウェイトなんだ、どの辺まで行きそうなんだという、はい、判断ですね。一方なんとか前をとにかくなくそうなくそうというプレーが続く SC 軽井沢クラブ。そうですね、前のストーンとハウスの中のストーンとこうちょっと絡めて片付けられるといいなと思うんですけど、はい、絡めて片付いた、片付きました。今の片付きましたね。そうですね、綺麗に綺麗に、はい、あれを山口選手さっきからやりたかったんですけど、はい、なか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 思ったようにストーンが来てくれなくてちょっともどかしかったのかなと思います。あとスキップの2投ずつです。諸角雄介が今ハックの側に座りました。前ですかね、ちょっと入るぐらいですか。そうですね、どの辺でしょう。少しハウスにかかるぐらいあってもいいのかなと思いますね、うん、まあ、しっかりカマーランドしてバンツーになってもあの相手にすごいプレッシャーかけられると思うので、はい、面白いと思います。ああむしろ中まで来ましたか。そうですね、しっかり隠して、うん、あのワンツーっていう形で、うん、はい、山口剛がハックの側に向かいました。構えたところから、そうですね、今諸角選手が止めたストーンにあのフリーズしたいっていうようなことでしたね。中の方の石ですね。今ナンバーワンの中に自分の黄色のストーンをくっつけるっていうショットですね、はい、山口剛です。まずは前を越えるか、越えてきた、少し押します、押していく、うん、押すというより分かれる感じ、うん、ちょっとウェイトが強かったので、うん、まあ、諸角選手ほど曲がりがちょっとなかったという形ですね、はい、まず黄色はもうこれ丸見えですね。そうですね、あとはこう黄色打った後自分の赤のストーンをどこの、はい、ハウスのどこの位置に置くのかなっていうことですね、うん、今それをまさに相談してましたよね、はい、なんとなく分かりましたら、ちょっとやってみないと難しいですかね。どこがいいですか。ただ、まあ、あのままあそこにヒットステージしまうと相手に簡単に1点取られてる、はい、しまうと思いますので、うんうん、少し、まあ、ハウスのサイドの方にロールしても面白いのかなと思いますし、はい、むしろ逆に相手どうぞっていう感じの体勢で残すという、体勢の方が残すのっていうのがいいのかなと思います。ただあれ、同じ赤のナンバー2のある方にヒットロールすることもできそうなので、はい、どちらになってもいいと思いますね。ただその場に残るのだけはちょっと嫌かな。当たった後の赤、端の方へはげていきました、はい、こういうことですね。はい、素晴らしいと思います、うん、
中へドローで黄色1点になりますが、しっかりと決まるかどうか。山口がハックへ向かいます。慎重にクリア、そして時々吐きながらコントロールしていきます。ルイサちゃんの真上まで手を止まりましたね。はい、ナイスショットでしたね。はい、ルイサちゃんの真上でもそこそこのところでも1点です。はい、ルイサちゃんの上だとね、エキストラなんとかとかあったらちょっと1点多くくれるとかだったら、ね、真ん中にいいですね。そうそう、はい、もう青にかからず、そういうルールはありません。黄色1点、しかし最後は本当に見事にど真ん中に決めてきました。はい、2エンドでございます。今度は SC 軽井沢クラブが先行でございます。SC 軽井沢クラブは大野、小泉、柳沢、そして山口とこういうオーダーですね。今日は金井くんが出てますかね、小泉くんが。あ、そうですね、ごめんなさい、大野、金井、柳沢、山口ですね。TM 軽井沢はもう4人ですので、はい、諸角浩介、宿屋、岩井、そして諸角雄介という順番です。まあ、まだ1エンドだけですが、なんかやろうとしてることがちょっと一投ずつ明確だったようになんか伝わるエンドだった気がするんですが、そうですね、はい、割と考えやすいというかシンプルな考えの中でショット決めてましたし、はい、作戦も分かりやすかったかなと思います。うん、あとはだからそのうまくいくかいかないかっていうところで、はい、この後差がつくかどうかってことになるわけですよね。あとはアイスの変化ですよね。アイスの変化の読みがどれだけ相手より早く感じ取れるかっていうところだと思います。はい、中まで入れてきました。中に入っています。諸角浩介、コーナーガードです。今ちょっと選手が吐けたんでインターネットの画面上では、今諸角雄介が帰ってきましたんで、はい、少し見えましたが、パンツを見てほしいと、ズボン。いや、男子は今回結構おしゃれなチームが多くて、おしゃれですよね、はい、こう見応えのある、見応え、それ見応えって言うんですかそれ、はい、見応えですかそれは。女子の選手は割と皆さんこうシックな感じでまとめてるチームが多いんですけど、はい、男子は攻めてきてるなっていう感じですよね。攻めてきてる、そこでね、はい、まずは人は見た目によるっていう意見もありますから、見た目から大事ですよね、視覚から得る情報っていうのも非常に、視覚得る情報、じゃあちょっとすみません、 SC 軽井沢クラブから得られる情報、愛知でね、 TM 軽井沢からこう得られる情報っていうのは、いや、意外にこういうセンスもあったんだなっていう、あ、評価してますね、評価してます、しかも親しみやすくないですか。すみません、ちょっと最初に意外とって言ってちょっとディスりました軽くそんなことないんですけど、なんとなくこうなんですかね、こうちょっとおとなしめな、こうちょっと なんて言ったらいいんですかね、こうクールな感じがするので、はい、うん、あまりこうなんですか、こういうお茶目なっていうか、こうちょっとこう遊び心あるのを着てるっていうのは、うん、こうなんとなくファンの人からすると意外に親しみやすいなっていう印象を与えると思います。はい、色使いも軽快な感じの色使いでもありますしね、はい、なんかポップな感じですごくいいなと思います。はい、うん、
黄色のストーンを動かされて赤のストーンがコーナーガードの裏に向かいましたので、もう一度黄色組み立て直しセンターガードです。赤 TM 軽井沢宿屋、外側から裏の黄色、当たった後の赤の動き、ほとんどその場でしょうか。奥を先に片付けに行きましたね。そうですね、あの黄色ナンバーワンでしたので、うんうん、まあ、諸角選手たちのハウスに入っている赤はナンバーツーだったので、はい、どうにかあのツーを生かすには、うんうん、やはりあの、まあ、一番後ろの方のストーンですけど、はい、あれ弾き出しとくっていうのはいい作戦だったと思います。金井大成 SC カリザークラブ、速いストーンが行きます。後ろは、うん、一つ今ね、後ろのハウスのストーンまで行くとね、ちょっと、うん、おいい、ね、あのファインプレーって感じだったんですけど、ちょっと向かっいい勢いで向かっていきそうな感じもあったんですけれども、はい、惜しくもそれかなっていう感じはしましたね、うん、諸角の構えてるところからすると黄色の裏ですか。そうですね、黄色の裏ですか。見えてる赤はまあダブルテイクされてもいい、はい、まあ、されても仕方ないっていう感じです。あの選手はもちろん当たり前なんでしょうけど、ずっと思ってたんですよね。あの諸角、あのオリンピックの時ともそうですけど、はい、諸角佑介が黙ってペッてやると置くと、はい、みんな黙ってペッて投げるわけじゃないですか、はい、だから諸角がペッてやった時に刺した時に何やろうとしてるなって分かったら、多分カーリングファンとしては一人前ですよね、おそらく。あ、そうですね、これは何をしているプレーだっていう。まだその多分2割ぐらいしか僕言ってないんですけど、彼とは彼の頭の中と同じことが考えられるってことですか。いや、多分同じことが考えるのは無理なんですけど、いや、少なくとも表現したら、あ、これこういうことなのかなって分かるぐらいのところまで、ね、はい、多分にそうです、同じレベルで考えるのは無理だと思うんですけどいや、でもそうですね、あのチームメイトは出されたら何も言わず投げてるんで、はい、分からないってことはないっていうことです、うんうんうん、まあ、これ何やろうとしてるなっていうのは、だから諸角佑介のその指示から僕たちも、あ、そうですか、分かりましたって言ってみる。やれないけど、そうですね、なんか諸角選手に相手黙って出されたらもう投げざるを得ないです、ね、投げざるを得またちょっと軽くディスりました大丈夫ですか大丈夫です、多分あのそんなにディスってまあこういうやつだなと思ってるんで、多分、ああ大丈夫だ、そうですね、そうですね、多分、あの、クレームは来ないと思います。最近お客様もあの分かってきたというところもあるのかも分かりません、まあ、同じ年ですので、そんなにあの気を使わずにいろいろ言い合えるっていう関係ではあると思いますけど、よかったです、はい、また美月さんの立場が悪くなっても私たちとしてもちょっと苦しいものがありますので、でも私の話してることは聞かないと思いますし、あ、そうですね、はい、関係ない、関係ないです、関係ないですもんね、はい、関係ないです、はい、彼こういうの見たりとかしないと思います。なるほど、なるほど、はい、はい、大丈夫、黄色の裏、コントロールされてるようです。諸角佑介が刺したところへ赤のストーンが行きました。満足げですよ、ね、うん、その前に黄色がうまくいかなかったんで、こう一気に形勢が大きく傾きましたね。そうですね、ちょっと残りのストーンの数も少なくなってきてますので、ぼちぼちハウスの中のストーンの数減らしておきたいですよね、うん、あと3投ずつ山口さんはどうしますか、考えています。ただなかなか角度見てるとダブルテイクしづらい角度にどのストーンもあるんですよね、うん、なんでちょっと悩ましいというのは事実だと思います、はい、集まります。ちょっと作戦、成り行きを見守りましょう。実はですね、今のお客様の書き込みで上半身からおしゃれすればいいと思うっていう意見が実は出たんですよね。あ、これね、あ、なるほど、わかるんですが、
美月さん多分結構難しいですね。これそうですね、今ルールで、はい、あのユニフォームかなりこうなんですかね、細かくいろんな指定があるので、なかなかこう上半身で遊ぶことができないっていうのあると思いますね。まずすごく大きな要素として、上半身は二色の分かりやすい色、はい、ダークとダークと、まあ、あ今一色でもよくなってる、あ色の配置を今聞きました、ね、はい、色の配置、色の配色ですね。今ざっと見渡してるんですが、あんまりいろんな色カラフルに使っちゃいけないそうですね。簡単に言うと、例えばあの今 B シートのチームなんかそうなんですけど、はい、青いユニフォームの中にちょっとオレンジ色がちょっと入ってるんですけども、はい、多分これでギリギリなんですかね。そうですね、あれだとダークっていう、あのいわゆる青がほとんどで中にちょっとオレンジが入ってるっていう感じの配色だと、まあ、セーフなんですけ ど、ね、あれが多分半分ハーフの色だったりとかするとダメなんです、ね、ちょっとダメっていう続きは後ほどプレーを見ましょう。センター付近に構えてもちょっと外に出ているようだ。もう中狙ってきましたかね、これ ね、シンプルにね。もうちょっと中のストーンを減らさないと、うん、中のナンバーワンには当たります。当たった後の黄色の動き、少し赤に絡んでいった。もうちょっとジャスト絡みたかったのかな、まっすぐ。そうですね、多分もう少ししっかりあのストーンに、はい、まあ、まあ、くっつけたかったというか、ついて止まる可能性も、ごめんなさいね、ついて止まる可能性もありましたよね、はい、きっとこの辺りに止まってくれたらよかったねっていう感じだと思うんですけど、あちょっと緊迫してきましたんで、ファッション談義は残り続きにしましょうか。この後成り行き、岩井が構えています。 TM 軽井沢、これ中かな、もうそうです ね、カマーですね。諸角雄介がハウスの端に構えていますから、チャンスだなって思ったらとことん攻めてくる作戦なので、すごいですよね。これはですか、点になりそうな石をどんどん入れてくるという。そうですね、やっぱり他のチームだと見えてる自分たちの赤のストーンのケアとかしたくなったりするんですけど、うん、そういうのはとりあえず置いといてっていうのがすごいですね、はい、そう気になる方にどうしても目とか意識がいっちゃうんですよね、はい。これね、この後も他のチームの、あのこれはよくご覧になるとおそらくお客様方も分かると思うんですけれども、特に若いチームね、はい、あの石固まってるところに昨日もあったんですけど、どうしても目がいっちゃって。そうですね、あのもうサッカーでいうとね、ボールにみんながこうバーっていっちゃうっていう表現に近いと思うんですけど、サッカーはボールに行っちゃいけないんです、はい、ボールが取れるスペースに行かなきゃいけないんですけど、そういうことですね。そういうことです、はい。カーリングもハウスって意外と広いもんで、これ会場お越しになると分かるんですが、あっちでも使える石あるのにってきっとなってるんでしょう ね、いろんな人がね。意外に外から見てるお客様の方が、なんでそっち使わないのって気づいてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと思います、はい。さてあと2投ずつです。 SC 軽井沢クラブ、向こうがストーンのところに構えてますね、赤のストーンのところ。そうですね、先ほど TM が置いたストーン見えてると思いますので、はい、あれからまあヒットロールして、うん、まあ、センターの黄色の2つのガードの後ろに隠したいっていうことだと思います。クリーン吐き始めました。当たった後の黄色の動き、これが重要。止まった、止まった。そうですね、まあ、初めて使うラインでしたので、あそうか、ちょっと曲がり方がわからないっていうのがあったと思います。なるほど、そういう意味で言ったらそれぞれの役割分担、作戦を考える人、投げる人、運ぶ人、役割分担が本当に明確にされているという印象もありますけれども、自らの作戦を伝えて、そして今度は投げる側に回ります。諸角雄介、中へ入ってきた。相
インショット得意ですよねしっかりポジションを取っていくという、はい、えぐるように取っていくという、はい、1エンド目もね、はい、インショット決めてましたので、まあ、調子いいんだろうなっていうのは分かりますよね。いやあと1個ですよ黄色。そうですね、どうやって減らしていくのかな、はい、っていうことと4つですからね、まあ、3つとあとナンバー5なんでしょうけど、そうは言ってもですよねこれね。どっかいいところないですか、いいポジション。ちょっと上からも見てみましょうか、ちょっと景色気分を変えて。センターあたりにはガードがある。あ、ごめんなさい、戻しましょう。なぜかというとガードから狙おうとしています。そうそう、この画面じゃないとわからないんで。これね、カーリングはガードが大事ですから、あの天井カメラだけだと逆にフォローできないっていうところもありましてね、前からですね。え、これどうしようって、その前から。そうです、前から、まあ、ハウスの今1と2の赤、はい、白いゾーンに入ってる赤、ね、ちょっとこう横並びになってる赤があると思うんですけど、はいはい、まあ、そこのあたりに飛んでいくと、まあ、うまいこといくとそこのダブルテイクできるかなっていう。まあ、山口選手ね、速いの投げる得意ですので、うん、見てみましょう。山口剛、このエンドの最後どれだけまず赤をなくせるか。クリンクリン当たった後、うーん、一つはなくした、一つはなくして、今止まった黄色がナンバー2、うん、素晴らしいショットだったと思います。素晴らしさをいくつか挙げてください。まずは、まあ、ナンバーワンのストーンを処理できたこと、はい、そして自分の飛ばしたガードがハウスの中に残ったことですね、うんうんうん、残った位置もこれいいですかね。残った位置も諸角選手たちのストーンの、うん、ナンバーワンのストーンの前に残ることができたので、はい、まあ、あの黄色を出しに行くのはかなりリスクですよね、うん、そうなってくるともう諸角選手はドローしか投げるショットないですので、はい、まあ、どんなに取られても2点っていうことですので、うん、先ほどのなんか 4,5 点取られそうな位置からするとだいぶ、はい、だいぶだいぶ、まず第3次は免れたと、はい、そして諸角祐介が最後のストーンを投げます。ドローで2点目になりますけれども、どうでしょうか。今三月さんたくさんお話しいただきましたので、それだけ黄色の今の最後の山口のストーンは良かったということになります。吐いて持っていく中までいきます。難なくというと怒られますが、見た目には本当に難なくルイダちゃんにかかるところまで持っていきました。赤 TM 軽井沢2点、2対1。第3エンドは今度は SC 軽井沢クラブの後攻となります。ちょっと間で別の話もしたんですが、美月さん、はい、あのそれはともかくとしての今の2エンドの攻防、なかなか1エンドに続いてやっぱり見応えがありますね、この両チーム。やはり諸角選手ここって思ったらとことん攻めてきますので、うんうん、ちょっとこう一瞬でもこうなんですかね、ちょっと油断するとこう、うん、あれよあれよという間にストーンがハウスの中に増やされてしまうので、うん、ちょっとあのなんですかね、こうびっくりしますよね。あれこんなにいっぱいあったっけっていう感じだ、ね、感じですよね。それだけ見てる私たちは見応えがね、はい、あるということになりますけれども、見応えとかドキドキしますよね、やっぱりね。ドキドキします、ね、ハラハラというか、はい、でも山口選手すごくそれよくしのいだなって思います。あの彼の最後のショット本当に素晴らしかったですし、はい、まあ、さすが頼れるスキップっていう、ね、形にこうなってきてるのかなっていう風に感じさせました、うん、はい、あ、お客様も山さん抑えたねって、素晴らしかった、そういう評価でいいですね、はい、うん、まあ、本当に2エンドは SC 軽井沢クラブにとっては2点でしのいだというふうにもお伝えしましょう。 TM 軽井沢先行でセンターガード、諸角浩介がいつも言ってましたよ、最初に投げる選手は名前を呼ばれることも少ないしね、映ることも少ないし。でもこれね、リードの選手は石豪華もよく言ってますね、はい、中部電力のね、私もリード出身なので、あ、そうですね、はい、同じ気持ちですか。そう
ですね。ただまあなんとなくリードやってる人って職人肩着みたいな肩人が多くて自分で言うのもなんだけどちょっとそう思う。そうですね、うん、あんまり別に映らなくても映らないなりに、はい、何ですか、別に淡々と自分の仕事をするっていう感じなので、うん、なるほど。中を取りました黄色のストーン。あとあの本人はそんなにもしかしたら映らないけど石はちゃんと置かれたら最後まで映ってますよね。そうですね、割と今はこう作戦としてリードのストーンがこう起点となっていろんなことが始まりますので、はいはい、まあ、割と最後まであのガードとして残ってる場合もありますし、はい、まあ、うまくことが運んでればそのリードの石で点数取ることもありますので、うん、はい、ストーンは一番長く映ってるんじゃないかなって思います、うん、ですからそれだけやはり存在感が示されることが大事という気もしますけれども、中の黄色のストーンに回り込んで近づいていきます。赤 TM 軽井沢の石くっつくか、ほとんどくっつくところまで行きました。今またその上ですか、山口ポンってやりましたけれども、そうですね、どん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 溜まっていく感じ。山口選手はそこにぴったりくっつけてもいいですし、まあ、いいラインに来ればちょっとストーンを後ろに、ね、あの押すぐらいのウェイトがあってもいいかなと思います。おう、 SC 軽井沢クラブ大野です。大野の2投目回り込んでくる、反対側から回り込んでくっついて少しコツンと押しました。またその前を指示する諸角祐介です。面白いですね、お互いに右サイドと左サイドと同じ方向投げないのね、はい、面白いですね。ちょっとそのあたりも引き続き注目してみましょうね。投げたのは宿谷亮太郎です。あー、そう、ね、今リード論を話したところお客様からさまざまな意見が、リードの見せ場スイープじゃないかという意見もありました、はい、うん、まあ、そういうチームとしての役割も非常に大きいと思います、うん、その後はずっと入ってるんですもん ね、自分がセットアップした後はね、セットアップした後はずっと入ってますので、うん、まあ、ウェイトのコントロール、ウェイトの管理っていうのはやっぱチームで任されている仕事の一つだと思います、うん、あとね、あ、これ鋭い、ちょっと民放だとうぬは言いませんけど YouTube と NHK だとリードからちゃんと映る。あ、そうですね、はい、基本的に先ほども言ったんですけどリードのストーンがないとゲーム始まらないんですよね、本当はね。そうなんですよね、はい、で最後そうなったのはなぜかっていうところって割とリードから始まってりしてるんですよね。そういえばあそこにちゃんとあってそれ最後まで生きたよねこれみたいな話ですね。やっぱり感じ取れるにはやっぱ最初どういうふうに始まったの、はい、このエンドはっていうところがないと、まあ、ちょっと切り取ってみるとなかなかカーリングの魅力伝わりづらいのかなっていうところもあるかもしれないです、はい、今インターネット放送の方ではチャットでですねリード論がめっちゃ盛り上がってますので今ちょっと話をしてましたけれどももうリードの投球はとっくに終わってます、ごめんなさい。それだけ大事なんです。SC 軽井沢クラブが結局センター線を応じましたんでセンターライン付近の攻防になってますね。このエンドもそうなんですけどじゃあ何を規定にしてやってるかっていうと諸角康介君が投げたストーン2つなんですよね、はいはい、センターガードも彼が投げたストーンですし、はい、ハウスのナンバー2になっている赤も彼が投げたストーンですよね。いやそれがねこうちょっと存在感があるように見えるとすると、はい、どうなんですか SC 軽井沢クラブはもしかしたらちょっと攻め込みあぐねてるっていうことも言えますか。そうですね、やはりいいところを先に取られてるんですよ、うんうん、だからやっぱりもうどかすわけですよね、そのっていうことですよね。最初のリードが投げたセンターガードが嫌なので、これをもうどかしてしまうと、ここで一手使わざるを得ないっていうことなので、はい、いやだからリードですよ美月さん、よかったですねやっぱりリード出身ね、リードですよ、やっぱりいいリードがいるチームは強いですよ、うん、特にやっぱり自分がリードやった時に心がけてたのは、はい、チームで一番先に投げるじゃないですか、はいはい、ってことはそのストーンがチームの起点になるんですよね。それはその作戦の起点でもありますし、はい、ウェイトのコントロールだったり、うん、今日のアイスどれぐらい曲がるのかなっていうのも、はい、リードのストーンで全てスキッパー読むんですよね。あ、そうか、そのアイスリーディングの上でも、はい、
リードが非常に重要である、はい、だからそのリードのストーン、リードのショットを投げる人は、私はですけど一番心がけたのは何ですかね、常に癖のないストーンを投げるというか、うん、だから結果うまくいくにしてもいかないにしても何かが分かればそれはそれで意味がある、ね、はい、意味があるストーンですので、でまたこう見てて分からないんですけども、リードのこれ言っていいのか分からないですけど、はい、リードの選手が投げてるストーンって一番癖のあるストーンなんですよ、はい、あのね、それねお客様やはり出てます、どれだっけな、リードは良くない石をなんかこう、そういうことなんですね、これね、はい、あの8個あるストーンの中で一番癖のあるストーンを投げることが多いんですよね、なんでいかにそのストーンを使いこなすかっていうのはやっぱりリードの力量が試されますし、すごくこう、難しさっていうのはリードならではの苦労というか、うん、ご存知の方は今これ書き込まれているリードの石扱いはすごいと、そうです、癖の強い石でガードしたりウィックしたりしなきゃいけない、はい、なんでよく、はいってすみません、はい、はいってちょっと顎を上げて、はい、そうだからねみたいな今感じなんですけど、カメラないからわからないんですけど、スタジオにあっと散らしていった、あー散らしていきました、うまい、ナイスショットです、難しい石を扱わなきゃいけないということ、そうです、うん、なんで一番チームの中では器用なんじゃないですか、すいません、なんか急に急になんか主張し始めましたけど、なんかね大変な状況になってますよね、一番、そうです、それ一番ね、はい、一番私が偉いんだと、いやそういうことないそうじゃないですか、いや諸角選手、はいはい、諸角、ね、はい、ね、康介選手、康介選手素晴らしいリードですから、はい、なんか時たまねこうフリーガードとかに入っちゃったとかってなったりするときにも、あ、もしかしたらちょっとストーンが扱いづらかったのかなってこう深読みしていただけると、なるほどなるほど、はい、ありがたいですね、そんな失敗とか言わないで、そうです、ちょっと難しいストーン投げちゃってるからねっていういろいろあるよねっていう、なるほどな、これはねだからそういう細かいところまで掘り下げていったら面白い話はきっとたくさんあるんでしょうけど、なんで逆にスキップはあれですよ、一番いいストーン投げてるんですから決めて当たり前ですからねはい、当たり前ですよ、お二人今当たり前ってきましたよ、リードからしたらそうですよ、まあでも、はい、あのスキップもそれは分かってます、はい、なのでその前の状況がどうだったって言い訳するスキップはまずいません、まずいません、最後に俺が私が決めなきゃいけなかったと、はい、それをひっくるめてスキップは分かってるってことですね、自分の投げるためにみんながどうなってるかっていうのはよく分かってます、なるほどね、まあこれは本当に役割分担だと思いますけれども、はい、離れたところにほとんど平行に、うん、ほとんどですよ、これだとどうですか、まあ、男子のパワーだったらありますね、しかも投げるのは諸角雄介です、本当に平行じゃないとダメですね、だからきっと本当に平行じゃない限りは狙ってきますよね、いやチャンスなんですよ、 SC 軽井沢クラブ2つ同時に取られさえしなければ2点、でもすごいですよね、よくあのセンター線からここまでストーンをきれいになくして、はい、自分たち の, あのストーンだけ残してるっていうのはすごいレベルの高い試合だと思います、柳さんの時にプレーがありましたね、はい、赤を押し込んでいって中でパーンと全部四方に石を散らして出していきましたが、はい、さあどうだ、狙いはダブルテイクアウト、吐き始めた、コントロールされている、まずは一つ、もう一ついくか、惜しい、気持ち厚めに当てたかったです、ね、いやでもこういうプレーが見られるからドキドキしますね、やっぱり ね, ね、男子ならではの魅力ですよね、はい、向かっていってたら相当ずれていきましたね、はい、あと2個あります、 SC 軽井沢クラブ、これ今真ん中に構えてますけどどうですか、そうですね、先ほどと同じようにもう一つサイドにストーンを置いて、まあ、なるべく平行にと、うん、ダブルテイクされ、はい、うん、づらいようにストーンを置くということですね、まあ、今の感じですとそこ少しでも間違いがあると取られてしまいますね、そうですね、あの比較的、うん、ダブルテイクは男子ではまあまあ当たり前にやってくるので、うん、あのいつもおはじきじゃないんだからって私申し上げるんですけど、ね、難しいですよっていう意味でですね、でもあたかもおはじきのように2つ出していってしまいますもんね、そう出すときにはね、パワーがあるんで、はい、ある程度の角度のこう調整で
軽く出してしまうっていうのはそうですね、はい、今度は先ほどよりも平行になりました。ちょっとこう石、岩井と諸角雄介で狙ってはいくと思います、うん、ただあの2つ出なくても自分の赤のストーンがあのハウスの端っこにある黄色の前に止まったりとかってするだけでも、はい、いいのかなと思うのでそのあたり含めての狙いだと思います。2点目を最後に取りに行くときにその赤がまあ邪魔というか、そうですね、ちょっとこう視界を触るというか、はい、でもいいですね。まず先に TM 軽井沢が最後のストーンを投げます。諸角雄介ずっとイエス当たって逆にはげていきました。さあいよいよ先ほど来話題のスキップの最後の一投になりました。いや私は当てて止まればいいんだからって思わないでっていつも思ってます。でもメンバーの気持ちは違いますね。いや大丈夫でしょうっていう感じで、大丈夫だよねこれ、これはさすがに大丈夫だよねっていう、これはさすがに大丈夫だよねと思ってると思います。メンバー他の3人の気持ちは、はい、はい、FC カレザークラブ山口です。このエンドの最後赤を押さえて黄色ワンツーになれば2点です。いいライン来てそうですね。黄色2点、 FC 軽井沢クラブ第3エンド2点を取りました。3対2、第4エンド TM 軽井沢高校です。いやよかった、朝から面白いゲームになってると思いますよ。そうですね、めっちゃこのエンドすごく素晴らしかったと思いますね。よくあのセンターをこう攻められた展開から2点取ることできたなと思って、すごくなんかこのチームの可能性を感じさせるエンドだったと思います。チームの可能性を、はい、こういうのできたんだ、はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。形勢を変える爆発力みたいなのはやっぱりこうチームに備わってるかどうかっていうのはでもありますよね、はい、きっとね。それがやっぱりないと防戦一方というか、はい、ずっと攻め込まれてしまいますので、そうじゃなくていや俺たちこれここからも2点取れちゃうけどっていう示してくれたことはすごくなんか頼もしいなと思いました、はい、いい2点が入りましたね。ですからね、はい、あの2エンドがあった後によくこの3エンドだなっていう感じなので、そういう意味でもすごく良かったと思います。はい、3人で入って中まで中入れてきました。中入れてきましたね。そうですね、うん、ちょっともう先ほどの2エンド目の反省じゃないですか、ね、2エンド目の反省あの、まあ迂闊というのは言い過ぎだと思いますが、ちょっと諸角選手相手に行き過ぎちゃったな、やり過ぎちゃったなっていうのが2エンド目だったと思うので、もう容易に使われますもんね、はい、どんな石だろうが、はい、なんでとりあえずちょっと1投目はナンバーワンさすがに作っとこうぜっていう感じ。はいはいはい、滑りましたね。そうですね、宿谷選手、まあ、若干ねまだ2戦目ということで若干の緊張もあると思います。ああなるほど、コーナーガードだいぶ手前のところのコーナーガードになりましたね、まあ、そちょっとね弱かったので慌ててこう一生懸命運んでしたって、はい、ちょっと力が入りすぎてしまったってのもあったかもしれないですね、うんうん、
とは先に中取って ね、その中触ってくるなんて 150% ないですもんね、相手が。まあコーナーガード作ってますからね。嘘、この人たちはまず絶対前に置いてきて形を作ってからゲームしますよねって思ってますよね、はい、おそらくね。さすがにあのコーナーガード使うだろうとは思ってる。次はコーナー、そうですね、はい。裏に来た。反対から覗いてるんですかね。ちょっと外ですかね。と思った位置はどうですか。曲がりきりましたか。曲がりきってしまって見えてはいそうですよね。山口選手あれを打とうとしてるから。はいはい。相当警戒してますよね。うん、危ない石はもう一刻でも置いておかない。はい、相手のストーンハウスに入ったやつは絶対打っとこうっていう意思が見えますよね。さっきちょっとさすがに2エンド目ちょっと打たなすぎてしまったので、はい、なるほど、打たなすぎてしまったのでね。そうですね、ちょっと今度は過度に気にしてるなっていう感じですけども、その、まあ、これはもっと大きな流れで見てもね、その点を取るカーリングをみんなでしようよという方向で、そうでないと世界に通用しませんよという話になって、はい、まあ、貯めるとこういう話で、まあ、一連おそらくここ今ここっていう感じなんでしょうけれども、そうは言っても出すべき時は出していかなきゃいけないですもんね、やっぱりね。相手が相手なだけに、はい、ちょっとやっぱ警戒してないと怖いですよね。リスク管理もね、はい、きちんと管理もしてないと自分たちのやりたいことだけやってればいいのかって言ったらそうではないので、はい、やはりやっぱり相手のことを考えつつその中で自分たちのプレースタイルを貫くっていうのが理想だと思いますので、そこのこうバランスがね非常に難しいんですけれども、はい、またセンター積み上がります。これ勝負どころに差し掛かるとあるんですよね。だからもうこの辺り石減らしていかなきゃダメなんじゃないのみたいなこと、ね、まあ、もちろん外から見ていてあるいはチームの選手たちがそこ悩んでというシーンはありますよね。そこをこうなんですかね、間違えると本当に大事故というか、はい、すごい大きく点取られるエンドになってしまう可能性もありますので、まあ、チームとしてどういうふうにリスク管理していくのかっていうことは、まあ、勝っていく上では非常に大事なポイントです、はい、点を取るための攻で点を取られないための守、はい、こう微妙なところのプレーもあるわけですよね。そうですね、微妙なところのプレーもありますし、逆にこう逃げ守りすぎてても、はい、逃げ腰でもやっぱりこう特に諸角選手のようにこう攻撃的なチームだと、はい、やっぱりどんどんこうつけ込まれてってどんどん苦しくなってしまう展開もあるので、はい、逆にそこは自分たちも強気になって行ってどっか攻めなければいけない場面も来るでしょうし、はい、そこは本当に経験ですね。まずは前から後ろ面前だけ、前に置きますか。前に置いてもいいと思いますね。諸角選手前があるのが嫌で切ってきてるんで、一つ前に置いてもう一回様子を伺うっていうことでもいいと思います、はい、柳沢です。前じゃないですよね。前じゃないですね。直接ハウスの中にある赤のストーンを使ってナンバーワンの黄色を動かしに行きますね。岩井です。
ガードの止まった位置で裏の赤が見えてるんですね、中の赤が。そうですね、赤が少し見えてるので、まあ、その赤だけをちょっと押したいっていうことなんですけど。ただ前に当たりそう。前に当たりました。これちょっと黄色チャンスになりそうですか。そうですね、まあ、まだすごくいい形でナンバーワン持ってますので、はい、まあ、ちょっとねうまくこう守りたいですよね。これだから置くところ重要ですよね。そうですね、しっかりガードしとかないと今みたいに諸角選手少しでも見えてれば狙ってますので、はい、まあ、その前も実は山口がちょっとセンターラインよりずらしてっていう風にねガードの時に言ってたんですけれども、今狙い相手の狙いうまくいかずにもう一度センターガード、なんか柳さん、あ、微妙なリアクションじゃなかったですか、大丈夫ですか、投げた方がちょっと曲がりすぎちゃうかなって心配かもしれないですね。ああ、どうでしょう、でもセンターラインの少し脇、あ、これだとやっぱり、うん、そうですね、完全に後ろ見えないので2つ切るからな、言ってないですよ、今言ってないですけれども多分そういうことを伝えたかったんだろうなっていう、あとあの諸角祐介選手はこうそういう口調では言いません、言わないです、言わないですね、はい、はいはい、お願いしますっていう感じで思います、はい、ここねっていう、はい、2つ、うん、払ってきました、岩井今度は大成功、ナイスショットでしたね、うん、集まります。相談中。あの赤を溶かしたいんですよね。そうですね、おそらくナンバー2のね。赤を溶かした後に自分たちの投げた黄色のストーンをどういう風にしたらいいのっていう相談ですよね。パスの中にちょっとハウスの後ろの方に赤もう一個残ってるんですよね。ああ、本当だ。画面でもご覧いただけると思いますが、はい、今はとなんとなく戦況に関係なさそうなところにあるんですけど、はい、もしかするとあれも点数に絡んでくるかもしれないですよね、今後のショット次第では。なんですごく投げたストーンの位置っていうのも大事なので、割とそのあたりはこう綿密に相談してましたね、うん、さあ山口、まずは黄色に当てて押す、赤を出す、うん、ナイスショットですね、懸案だったナンバー2の赤のストーンがなくなりました、はい、ただ黄色のストーンもまるっと見えてます。もうこういう展開になってくるとブランク狙いなのかなっていう形ですね、うん、ここのチームは赤あと2つ、まあ、しかしそれも相手のストーンをなくしてからの話、あと1個ずつです、
ハウスの中の石がなくなりました。無事にストーンがハウスを行き過ぎまして、第4エンドは点数が入りませんでした。第5エンドへ移ります。まあまあちょっとなんかちょっとなんか肩の力を抜く時間でしたかね、今最後はね。そうですね。でも最後もさすがですよね。ただスルーするんじゃなくて、自分が一番気になるラインを気になるウェイトで投げるっていうところは、ね、だって岩井なんてハウスの側で覗き込んで見てましたもんね、はい、その動きをね。本当に抜け目がないなっていうところですよね。そこへ投げてるんですよね。そうですね。なのでハックに入った時も必ず自分のルーティンで投げてるんですよね。なるほどなるほど。スルーするからって言って、うんうん、いわゆる適当にというか、はい、ざっと投げるんじゃなくて、いつもと同じリズムで投げてる、はい。ウェイトも強く投げるだけじゃなくて、はい、このウェイトで投げる、はい、で動きがどうかをスイーパーも確かめている。そういう一つ一つのこうことを無駄にしないっていう、はい、本当手堅いなっていうところですよね。今あれ見てて、ドローじゃないですよねみたいな感じでしたもんね。そうですね。仕草だけ見たらね、仕草だけ見てたら1点取るのまさかっていう、うん、そうではなくてちゃんと外まで行くストーンを投げたということですね、はい。第5エンドです。ああいうところは見習ってほしいなと思いますね。はい。その一つのストーンも意味ありと、はい、8個全部使うっていうところですね、うん、同じような展開になりました。黄色のストーンが中に入って、赤のストーンはコーナーガード。 SC カレーザークラブ大野の2投目です。これ前ですかね。だからまたそうですね、1個ハウスに入ってますので、はい、しっかりガードしたいですね。そしてん見えてるってことですか、これ。あ、どういう幅ですか、これ構えてるのは。どこへ行くんですか、これ。ちょっとバックラインぐらいのこうウェイトでツンって押したいんですかね。やっぱ4フットに入ってるストーンですよね。はいはい、メスになってくる可能性があるので、ちょっと早い段階で動かしたいなっていうこと。ああそこ行きましたね。ギリギリ越えてきた。コツン。へえ。コウスケ君今日非常に調子いいですよね。ただそこへつけてくるとかじゃなくって、ちゃんと押して後ろへ。そうですね、あそこで押すっていうあのストーンの動きが非常に大事ですよね、高校のチームにとっては。あのだから構えたところが妙に石に近いところだったんで、はい、と思ったんですよね。単に裏に回り込んでそこへ、じゃあもう意味がないかったってことかな、ね、はい、もしかしたら。あの、T ラインより前に相手のストーンがあるっていうのはやっぱりちょっとやりづらいので、はい、あれを T ラインの後ろに押し込むっていう行動というか、ストーンの動きが非常に大事ですね。はい、本当に物の見事に T ラインの後ろ側に黄色が押されました。黄色のガードの裏へ回り込む。
どこまで行きますか。中の赤よりは手前か。ちょっと弱かったですかね。これはなんとなく今ブラシの動きからすると、あそこの赤、中の赤のところ行ってみたいな感じですか。ちょっと押せるんじゃないっていう。さらに押しちゃいますか。押してほしいな。宿屋です。グリーン今吐き始めた。来てるんですかね。そうですね、吐かしたりやめさせたりしてるんで、いいラインには乗ってるんだと思います。クリーンだけ曲がってきた。またガードの際を越えてくる。赤に当たって押すぞ。どっち押す。黄色に脇につきました。へえ、へえですよ。面白いですけどね。え、いやあれ、これは今度また黄色のストーンの脇、あれでいきますか。す、ね、あのプラスの脇のストーン でちょっとあのすぐ後ろにあるアゴのストーンを押し出したいって言ってました、押し出したい。これが飛ぶ。黄色に当たった後の動き、まず一つ溶かした。どうかしました。ちょっとねシューター残しておきたかったと思うんですよね。もう少し、あのしっかり当てて、まあ、ギリかかってるぐらいですよね。かかってる感じです。ギリかかってるぐらいでしたね。センター開けすぎてしまったんで、悪くはなかったんですけどね、はい。センターラインの上、ナイスショットですね。こんなに取り囲まれたらルイザちゃんもびっくりしてますよ、きっと。ちょっと重たそうですよね。重たいですね。前から行くか中の赤か。前ですか。ちょっと後ろに入れられすぎてますので、ちょっと前開けるか、もしくはあの黄色を後ろの赤に飛ばすかっていう形で、ちょっとこう、少し動かさないと、ね、いやですからあのセンターガードは序盤にねセットアップしてる石ですから。中行く、センターガードが一つ残りました。中は散らばりました、ね、悪くはないんですけどね。ちょっと相手が相手なだけに、もう一つ2つこう求めたいところですよね。あ、なるほどね。だからまだまだもう少しいい形にしていかないとという。あの赤のワンが残ってる限りはそこに投げ続けられてしまうので、はい、ちょっとなかなかこう難しい展開が続けますね。もう先ほどから TM カレーズは同じようなところにずっと投げてます。ギリギリ越えてくる。ちょっとウェイトが足りなかったですね。短かった。中まで来ませんでした。さあまたちょっとこれは SC 軽井沢クラブが、赤いってみたいな感じでしたね今ね。これ前に今のショットのミスだとすると前になっちゃうんだったらちょっと強くて後ろにくっついてくるとかまだ良かったのにねっていう感じです、はい、あそこの前に置いちゃうことが一番高校にとってみると、はい、どうなのっていうショットですよね。センターライン付近がさらに塞がってしまいました。塞がっちゃいますし、ねえみたいな。ねえって、いやちゃんと教えてくださいよ。ねえじゃなくて、C 何？今後ね、せっかくは持ってますからね。持ってますが、これが2にしとかなきゃいけない。それが風前の灯火。さあ黄色がどこに止まるか。少しセンターライン付近にロールしました。中に黄色3つ。今日 SC の中だと非常に柳沢君調子いいんですよね。
彼のところですごく、はい、まあ、ポイントになるショットを決め切って割とこう山口選手につないでるっていう場面が多いですので、うん、今のショットもそうですけど最後にちょっとロールするとか、はい、そういうところは素晴らしいですよね。また今日は山口がその形に応えてますかね。そうですね、うん、非常にあの、まあ、年下ですしね、彼がそれだけ頑張ってるんだと俺も応えないとっていう形ですごく燃えてるんじゃないですかね。あ、なんか今そういうことを考えそうな感じがありました、彼の場合特に。もう近くで見てるんでね、はい、手に取るように分かりますよね。手に取るように当たって、うん、どのぐらい回り込んでいるか。兄貴肌というか、そうですね、そういうところが彼はありますので、うん、あ、そういう雰囲気出してくれるのはなんか似合ってる感じがしますね、うん、そうですね、僕らが思ってる山口のイメージ合ってるんですかね。それで合ってると思います。合ってるんですかね、はい、うん、まあ、たまに自分がそれに応えられなくなっちゃう時があるので、はい、うんうん、そういうところを多分減らしていけば、はい、本当に、はい、いいスキップになるんだろうなっていうふうに思ってます。難しいところですよね、それはね。すごく兄貴肌すぎちゃう時があるんで、もう自分一人で抱え込みすぎてしまって、はい、っていう時がたまにあるので、うん、まあ、年の、ね、近い選手が多いので、はい、割ともう少しこうチームメイト頼ってあげるっていうのも、うん、あの一つチームの成長につながるところだと思いますので、はい、そうなってくるとまた面白いチームになってくると思います、うん。外に、ね、ロールしてしまったんですけども、はい、でもナンバーワンは出すっていうことには成功してますので、はい、うん、そんなに悪い展開ではないと思います、はい、どうやらハウスの中の方を狙ってくるようです。そうですね、ここでもっと強いセンターにナンバーワンを持てれば、はい、まだ2点のチャンス十分ありますので、センターガードの裏いいポジションを赤のストーンが取れるかどうか。奥へ行きます。裏になりました。ナンバーワンです。止まった位置がナンバーワン。山口の1投目、この後 SC、 あ、失礼、最後か。そうですね、役 SC 軽井沢クラブ、もう今赤の前を少し叩きながらでしたね。ここで赤の前くっつけてナンバーワンになってもいいと思いますし、うん、あの、まあ、Tラインの前で我慢して、はい、ナンバーワンという形でもいいと思いますので、うん、まあ、諸角選手と同じライン使ってっていう形だと思います、はい、あのハウスの中の方でセンターラインのどこか上のどこかであればいいですかね、おおむね。なるべく後ろの赤に近い方がいいかと思いますけれども、うん、まあ、概ねその辺りに来てれば悪くはないと思います、うん、エンドの最終盤悪くない形で黄色の SC 軽井沢クラブ先行。ちょっと曲がり幅がないか。曲がってきた、曲がってきた、中に来る、中に来ています。少し間が空いていますがどうでしょうか。少し中前が、あ、もう諸角雄介はルイザちゃんを刺していきましたが、はい、もう一個そこに乗っけようっていう、はい、
でもああいうとこの判断の速さもすごいですよね。これは自分にできるできないっていうジャッジをすぐに下して、はい、ほとんど迷ってなかったですよね。ドラッシュ出した時もはいドローっていう。もちろん本当は今止まったストーンをなんとかすればもう1点ですよね。結構他のスキップだとあれどうにかしようってなんですか、ちょっと考える場面あったりするんですけど、うん、彼は自分のできることとできないことがはっきり分かってるので、はい、その辺の判断が早いですよね。はい、ですからもうプレーも早くもスタンバイの状況になり、今諸角祐介、このエンドの最後です。前に当たると声が飛んでいる。どうやら超えそう。ああどうやら超えそう。うん、赤ナンバーワンです。第5エンド TM 軽井沢1点です。3対3同点でこの後ゲームは後半に入ります。一人は万人のために、万人は一人のために、かける架け橋が理想、伝統を誠実に解放、取り戻す日本の心、まるで初恋の鼓動、もてらす天然風景、それは世界で絶対有名。苗を植える、雨風に耐える、稲穂は実るほど神戸を垂れる、6000年前から続いたレール、日本人は毎日米を食べる、水害を阻み生き物を育み、人の心に安らぎをもたらす、自分でやれる力をもたらす、日本の可能性を互い尊重。知ってる矢後に言語論、次世代に見せたいハッピーエンドロール、その他の苦労やらワクワク感じたあの苦労、それで戦いに打てる甲斐なく食べ守る日本の古城の精神の歌がいい、それが全ての源、皆のモットー JNZNO。 それではタシートの途中経過をご案内いたしましょう。野球じゃないんだって話なんですけどもね。まず B シート、今画面も準備しますけれども、どんどん進めましょうか。あ、ところがですね、私最近ちょっともう老眼が進んでまして、掲示板が遠いとですね、なかなか困難なんですけれども、まずシート B ですね。シート B、シート B が大丈夫です。なぜかというと手元に資料があります。岡山市営対名寄市役所、第5エンド終わりました。あ、名寄市役所が第5エンドに3点大きく得点を取りまして、3対5名寄市役所リードです。シート C ですね。シート C はありました。宮城 CA 対チーム谷ですけれども、あ、ごめんなさい、画面は C 行きましたね。はい、3対3の同点で今第6エンドがもうすでに始まっています。もう E 行きましょうか。 E でいいですよ。はいね、だからカメラがあると便利ですね。カメラがあると便利でございます。コンサドーレ対北海道大学、5対1コンサドーレがリードでございます。今ハーフタイム中ですかね。そうですね、ハーフタイム中ですね。ではシート D に戻っていきましょう。解説は長野県カーリング協会の佐藤美月さんです。まず今のご覧いただいているシート D のゲームですね。ちょっと前半をまとめて、どんな印象をお持ちだったかお話しください。そうですね、前半はお互いこう攻め合って割と面白い展開だったんじゃないかなと思います。どちらのチームにもチャンスありましたし、またこうちょっとね、 SC 軽井沢クラブの方はちょっと2エンド目ですか、はい、やばいかなっていう雰囲気があったんですけども、そこをどうにか2点に抑えてから、はい、なんとなくチームの中でこうリズムができてきて、はい、そこからは非常にいいゲームしてますよね。まあ、TM カレージャーの方はまあ相変わらずこう淡々とやってるのかなっていう、はい、相変わらず淡々とネガティブな意味は含まれてないですよね。含まれてないです、含まれてないですよね、はい、手堅くこうなんですかね、こう、あ、雰囲気もいつもの通りだし、そうですね、雰囲気もなんかいつもの通りやっていて、まあ、そんなに何か変わったところはないのかなっていうふうに感じてます、うん。それぞれのプレーが、できてると言っていいですかね、ね、ある程度は。まあ、昨日ね、初戦やって、はいはい、まあ、ちょっとそこからの落ち着きというか、うん、1回やってるので、まあ、2試合目にして、まあ、ちょっと落ち着いてきて、まあ、ぼちぼち自分たちのリズムだったり、まあ、自分たちのいいところ、まあ、お客様に見てほしいとこだったりっていうのが、はい、まあ、少しずつ出せるようになってきたのかなっていうイメージですね。
まあ、今年から活動開始という TM 軽井沢ですけども、とはいえ、ね、選手権メンバーがずらりという。そうですね、あのチーム内でね、こうお互いのなんですかね、こうリスペクトもあるでしょうし、はいはい、またこう、ね、もう少し頑張らなきゃいけないのかなって感じている選手もいるでしょうし、うん、まあ、面白い形ですよね、うんで整いさえすれば力は持ってるわけだから、うんね、潜在能力はね。あとこうもう少しお互いにコミュニケーションというか、何ですかね、もう少しこうフランクな関係になるとまた強くなれるのかなと思うんですけど、今若干こう気遣い的なところをこれ外、これね、外から見た感想、率直な感想だと思うんで、本人たちはいや別にっておっしゃると思うんですけどでは外から見た感想はなんかそういうところも奥の方ではあるんじゃないかと。どこか多分ちょっとこう気遣ったり、お互いにまだ、うん、まだまだ踏み込めないところもあるのかなっていうふうにはちょっと感じるので、なんかそのあたりがこう関係性としてまたこう一つ二つ、はい、あの深くなってくると、チームとしたら本当にあの強いチームになるんだろうなっていうふうに思います。まあ、一方の SC 軽井沢クラブも、まあ、いいプレーができているとすれば、まあ、このチームらしい雰囲気も出てましたかね、今ね。そうですね、うん、このチーム非常に若いチームですので、はつらつとした、うん、あのプレーだったり、まあ、お互いにこう鼓舞したりする姿っていうのは見てて気持ちいいですよね。はい、さて、まあ、ちょっと久しぶりにブランクエンドも一つありましたね。ちょっと久しぶりに SC 軽井沢クラブが高校になりました。あ、やっぱりこの形だと SC 軽井沢クラブは中取ってくるんですね。まあ、早くにね、まあ、あれですかね、相手に先にワン作られて、自分たちがそのワンに対して何かこうアクションを起こしていくっていうと、まあ、ちょっと、ね、大変なところもありますから、それよりはまあ先手打って相手に何かこう相手の出方を伺うっていう方が、もしかすると気持ち的にはちょっと楽かもしれないですね。まあ、この相手だからっていうのもありますか。この相手だからっていうのもあると思います。やはり諸角選手に先にこう先手打たれて後追っかけるって展開だと、なかなか、うん、苦労の方が多いかなっていう感じはします。あともう一つ、あのお互いにその得点を意識して掴み合いになった時に勝ち切る自信があるかどうかっていうのも関係してきますかね。やっぱりね、駆け引きもあると思います。あの正直センターライン付近でやると、どっかでここまでもそうですけれども、はい、なんとかしないと点にならないですよね、はい、高校のチームは、はい、だからそれでもやはりセンターライン付近で先にポジション取った方がいいだろうと。そうですね、割とそれで行って、さっき3エド目、はいはい、割とセンターでやって、そこからの2点っていう形で、形につなげてますので、そういう自信も少しこう、このまあ試合を通してちょっと感じていて、まあ、そういうスタイルもいいかなっていうような考えにもなってると思います。なるほど。ただ黄色のストーンが奥に行きましたんで、その後赤、TM 軽井沢はセンターライン付近、あれ前の方へ入れてきました。もっとハブのやめた。また開き始める。少し押しました。ああ、ティーラインの上まで押しました。さてどうしますかね、これ SC 軽井沢クラブはね。まあ、ナンバーワンのあのストーンに対して何かっていうことですよね。まずそれ打って中、うん、そうですね、うん、打って中、うん、打って中ちゃんとロールすればかなりいい位置もありますね、これ。そうですね、ちゃんとロールすればあの、うん、いいポジション取れると思います。懸命に入っている。
まず赤に当たってその後の黄色の止まるところ、行き過ぎた、外まで出ました。ちょっと今のは隠れなくてもいいのでハウスの中に残しておきたかったですよね。僕らの口で言うほど簡単じゃないですね。だからやっぱりね、宿屋のストーン TM 軽井沢、狙いは奥の黄色の石、これも当たった後の赤の動き、ほとんどそのまこれも当たった後その場、ごめんなさい、実況なのに2回続けて同じことしか言いませんでしたけどだって同じプレーなんだもん。いや、お互いにちょっと攻めあぐねてますよね。本当はセンターガードがあるんで、どこで構えいけばって思う方結構いらっしゃると思うんですけど、いやだから僕も攻めあぐねてるんですよ、実況を今。お互いにちょっとあのセンターの後ろに行くことに対してちょっといろいろ思うところがあるみたいで、はい、あのまあ、後ろのストーンで諸角選手が打ち始めたんで、まあ、それに付き合っとこうっていう感じになってます。もう一回です、もう一回、もう一遍当たった後その場、その場です。今度はちょっとロールさせたいですよね。ちょっとあの同じ位置じゃなくてって思うんですけどね。はい、流れていく、でもこれはこれでいいんじゃないですかね。あのもっとあったところにヒットステイするよりは、はい、よっぽどこっちの方がいいかなと思います。おう、ヒットステイしたままだと諸角選手たち次投げるときに、うん、よりいいところにロールされてしまう可能性がありますので、はい、なるほどなるほど。これぐらいサイドにあるとなかなかセンターガードのところまでロールする距離もありますから、はい、ちょっとのレベルとしたら難しくなるので。本当はだって黄色は広く使いたいんですもんね。そうですね、うん、その場、ただまあそこにずっと SC 軽井沢クラブも付き合ってますんで、これこのままだと1点取る展開になります。難しいですよね。ちょっと諸角選手が最初に打ち始めたんですけど、はい、彼の打つって選択肢は私はいいと思うんですよね、うんうん、先行なので、うん、その後山口選手付き合ってしまったんで、はいはい、あれもう少しちょっと違う展開でも良かったのかなっていう、ちょっと引っ込みがつかなくなったところもありますか、打ち始めたんで。打ち始めてしまったので、うん、残りました、かすかに残りました。打ち続ける、うん、何かこう大きなことがちょっとことが変わるまでは打ち続けるという展開になりますよね、はい、うん。あと2投ずつです。ちょっとある意味その諸角雄介が打ち始めたの で、 そうです、ね、なんかまんまとそれにちょっと、うん、まんまと乗せられてしまっ、まあ、まあ乗らざるを得なかったのもあると思うんですけど、あ、ただ赤の石がなくなりました、外で出ました。ようやくちょっと違うことがね、そうですよね。
あでもその石からいきますか。そうですね、うん、こうなってくるともうブランクの方がチームは圧倒的に有利になりますので、はい、だから赤出ない方が良かったですよ ね、 そうですね、今のね赤はそこにヒットステイしなければいけなかったですし、はい、まあ、余裕があればというかカマーランド行っても良かったのかなって感じもしましたけどね、ワンツーを持ってるっていう意味では中の方へ、中の方、ただもう、まあ、そこまでリスクを犯さなくてもっていう判断もあったと思います。これはね見てるとこういうのもあったんじゃないかって私なんかこうやって経験に言うんですけれども、多分もうこのエンドこうなるだろうなっていうあの両チームの思惑が噛み合うことってありますよね。もうお互いがこれ多分ブランクになるだろうなと思えば他にいい手がもしかしたらあるかもしれないけどブランクなんですよね、おそらくね。そうですね、ここのチームは特にまあ2点ないし、まあ、ブランクでも OK って思ってますし、うん、まあ、ハーフ明けの6エンドなので、はい、まあ、あんまり大きくことを動かしたくないなっていうのはお互いにあると思います。残りました。ああでもハウスの端の方のピールアウトになりましたね最後は。そうですね、ここまで来たのでね、最後はしっかり決めてブランクしときたいですね。本当ですよね、ここまで付き合ってシンプルな展開になって最後1点じゃねえ、はい、ちょっとねもったいなすぎますので。山口です、きちんとフィールアウト、自分の意思も外に出るかどうか。えちょっと危なくなかったですか今あたり方。結構薄かったんで、ね、だってまさかだってなんかチッと落としましたもんね、当たった時にね、投げた後全員無言だったんで、はいはい、ちょっとおっていう感じ。びっくりした、はい、まあ当てましたね、あ当たりました。このエンド得点が入りませんでした。第7エンドに進んでいきます。面白いですね、今お話を伺いながら見てるとね、だからシンプルな展開の中にもなんとなくその、まあ、思惑っていうとちょっと違いますが、はい、思ってることとか感じてることって当然あるはずだし、はい、それでどう左右されるかっていうところもあるわけですよね。これ小野選手さすがだなと思ったのはやっぱり6エンド目ってこうハーフ明けの1エンド目なんで、はい、割とちょっと無理すると、はい、うん、まあ、こう相手に点数取られたりする場面が結構見受けられるんですよね、うんうん、なんでやっぱ先行なのでこのエンドは無理しないっていうことを徹底してましたよね。なるほどなるほど。なんでセンターガードがあってカマーに行くチャンス何回かあったんですけども、そこはカマーラウンドするんじゃなくて相手のストーンを処理することに集中するというか、はい、それを徹底するっていうことをしてますので、本当になんかあのお手本のようなカーリングをしますよね。付き合った SC 軽井沢クラブの山口の方にもどうです、もしかしたら近い心理があった可能性もありますか、付き合ったことについては。そうですね、まあ、彼のチームの場合は高校ですので、はい、まあ、2点取れなければ、うんうんうん、このエンドもブランクでもう1回7エンド目で仕切り直して攻めるっていうようなプラン立てることできると思いますので、はい、まあ、相手がそんなにガツガツ攻めてこないであれば自分たちもまあそれに付き合っても OK っていうスタイルだと思います。ああまさにでも今お話しいただいたことを総合すれば思惑はある程度ちょっと近いところにありましたね。そうですね、ある程度半分ぐらいストーン投げたあたりから、はい、こういう感じなんだろうなっていうのはお互いに感じ取ってたと思いますので、はいはい、さあ今度は変わりましたよ、今度は中じゃありません SC軽井沢クラブ。そうですね、あとも残されたエンド4エンドしかないですので、はい、4エンドの中で何回高校が回ってくるのかなと思うと、はい、そんなには多くないチャンスだと思いますので、
裏ではなく脇に入れてきました。これは、多分相手が打たないってことを分かってましたので。なだからですか。あ、これきっと中ですよね。もう、はい、これも完全にカマラのガードの裏、うん、はい、今黄色のストーンがそのガードでもないちょっと脇にの方に入っていったっていうこと、はい、これこの後はどういう展開をイメージしてるんですか。彼らはもうあの黄色は点数にしたいってことですよね。あれがもう2点目3点目になるストーンだよっていうふうにあそこに入れてますので、あ、まあ、あのストーンを活かせるような作戦になってくると思います、うん、となるとだから貯めるところはもう今ガードはセンターにしかないわけですから、そうです、ね、やっぱり攻防はこの後センター付近でもう1個っていう、そうですね、センター付近でもう1個で、うん、なおかつまあ後攻なんで、はい、まあいずれかいずれのタイミングでそれはこう崩したりずらしたりしてっていうところですよね。当たって少し石が近づいていく。今止まったストーンのところに諸角祐介が構えました。 TM 軽井沢2つ出した。そして赤がワンツーです。打っちゃうんですね。打って中でしたね。なんかあの辺にフリーズとか行っても面白いな気もしますけどね。自分の有利なところに隠れる場所があんまりないですよね。これ、ね、これですとヒットロールするにも結構距離があるんで、まあ、悪くはないと思うんですけども、こう先ほどのエンドみたいにこう打ち合いになっちゃうのかなと予想されますよね、はい、さっきは一投、まあ、ミスと言いましょうか、赤ワンツーにならない状況ができたんで、はい、ブランクにできましたよね。これ今度このままだとやっぱりまた同じですね。これそういう形ですね。先ほどと全く一緒ですよね、これね。そうなってくるとあとあのセンターガードの後ろに、はい、カマをするタイミングが来るのかどうかっていうところですよね。また私が実況することがあまりなくなっちゃうっていうこういう状況になるわけですけれども、ちょっと前半とは違いますよね、うんうん、なんか前半の方がもっとこうお互いにアグレッシブにというか、はい、結構こう、まあですね、相手のストーンを無視して、はい、自分たちの置きたいところに置いてる場面もあったんですけども、うん、まあ、沿道が少なくなってきて、まあ、ぼちぼちちょっとこうどういうふうに勝つのかなっていうそういうところを考え出すと、うん、なかなか相手のストーン無視しづらいのかなっていう雰囲気はありますね、はい、だからこれをやってる間にもう自分の意思なくなるとこれね位置取られますもんね、位置ね、はい、今みたいにヒットステイできないと全体のセンターガードの後ろに今入れられてしまう、はい、そうするともう高校とすると1手遅れてしまいますので、いいところに入ってきました。センターガードの真後ろ、狙えるんですか。バックラインウェイトであれば、はい、出せないとしても、うん、まあ、相手を後ろに追いやることはできるっていう判断だと思うんですけど、どうでしょう。難しいショットであることは間違いないと思います。前には当たらないようにコントロールされているようです。ガードの脇中を取る、
また元の形に戻りました。ごめんなさいね、実況休んでるわけじゃないんですけれども、おそらくご覧いただければ当たって赤止まりました。先行のチームはこれが大切ですよね、はい、きちんとヒットステイしないし、ハウスの中にストーンを残してワンツーをまあキープし続けるっていう、はい、ちょっと今山口が後ろのストーンも意識するような仕草そぶりでしたね。そうですね、もしブランクするのであればどこかで必ずダブルテイク決めなければブランク起こせませんので、近づくだけでもいいですか。近づくだけでもいいと思います。芯です。ホグラインより手前の段階でもう山口がうんっていう感じで立ち上がりましたけれども、そうですね、思惑通りにはいきませんでした。こうなるとね、残り3エンドになってしまいますから ね、 なかなかちょっと終盤になればなるほど1点取って高校相手に渡すの嫌ですよね。そうですね、なんで早いチャレンジするんだったらこのエンドチャレンジすればよかったのになとは思いましたけど、まあ、これ終わってみるともう一度そのあたりがどうだったかっていう話にきっとなるんでしょうけれどもね、はい、シンプルな展開だったので、はい、チャレンジに行ってもそんなに大きなことが起こる要素がなかったので、例えばまあテイクアウトするんじゃ、先ほど言ったみたいにフリーズするとか、はい、それぐらいのチャレンジであれば自分たちの、ね、力量を持ってすればそんなには難しいことではなかったと思うんですけど、はい、こうやってただただエンド消化してしまうことの方が後半やりづらさがあるのかなと。諸角祐介スーッとまた黄色のストーンに近づいていきます。まあ、気がつけば赤の方が離れて2つっていうなんて一番基本的なパターンが ね、はい、ずっと維持してますよね。もう遠すぎてこれはさすがにね狙おうって感じはセンターへ、うん、黄色あと2投です。赤が先に残り2投のうちの1投を投げました。山口がハックの側へ向かいますけれども、このチャレンジはリスクですよね。これドローカマーですね。カマー、ああ失礼、うん、すごくいいとこに止められればいいですけど、見えるとこにもし少しでも見えるとこ置いてしまいますと、諸角選手に例えばちょっと打たれたりとかすると、はい、ワンツースリーまで相手に持たれますからね。ここでチャレンジするぐらいだったらさっきなんでチャレンジしてくれなかったのかなっていう印象ですけどね。まああとはいいところが取れればいいんですけれども、でも先ほどの感じだと少しでも見えたら狙われますよね。狙われますし、これ T ラインの奥行ってしまいますと、そこにフリーズされてしまいますと1点取らされてしまいますので、結構難しいショットになると思います。ちょっと幅を持ってガードを越えていきました。曲がって止まっての位置、おいいところに行ったか、いいところに行ったようには見えますが、双方あと1投ずつです。諸角祐介がハックの側に向かいました。直接狙うんですね。そうですね、少しウェイトをバックラインぐらいに落としてって、はい、ポッツンっていう形のテイクアウトでいいと思いますので、あの辺りのラインは結構この前のエンドで5エンド目で結構投げて使ってるんで、はいはい、まあ、曲がり幅だったりそういうのは読み切ってると思いますのでやりやすいと思います。諸角祐介の最後のストーンです。赤が先行、あ、入っている入っている、まずガード越えるかどうか、あ、クリーンになった。
越えてくる中に来ます。黄色を押した後の動き出してきました。そうですね、最後、うん、ああいうのを決めてもこう喜ばないというね、喜ばない。当たり前なりに颯爽としてるところがかっこいいですよね。心の中ではよしとは思ってるんですかね。よしとは思ってると思います。はい、ただこうね、淡々としてる姿も、ね、あ、なんかこう、ね、今のは諸角雄介の話をしていますけれども、なんか浮き足立たないのがさすがだなって思いますね。これはもうしっかりなんか当てて止めて1点を取る山口剛です。最後このエンドのラストのストーン、黄色 SC 軽井沢クラブ1点です。4対3第8エンドに入ります。これをするんだったらもう1エンド前ですよね、いっそね。で、それは多分よく言われる高校になる順番っていうやつですよね、はいはい、あと8、9、10しかなくてっていう、うんうん、まあ、これがチームのスタイルだって言われればそれまでかもしれないですけど、うん、なかなかこう小野住選手手強いですからね、はい、結構議論になってますよチャットでも、いろいろ、ごめんなさい、私は、1回しかアイスに乗ったことがなくてゲームはしたことがないど素人ですからあれなんですけれども、経験のある方もいらっしゃるでしょうし、あるいはたくさんご覧になってて大思いの方もいらっしゃる、はい、まず最大の疑問はこれ僕も同じこと思いました。やっぱりコーナーガードを置いていくっていうことは発想ではなかったってことなんですかね。もうそろそろ点取りに行かなきゃっていう流れじゃない。あ、これね、まあ、今ね、いろんなところでうーんって言ってますから、うん、いやちょっとそれは感じ違うなっていうことなのかな。まあ、コーナーが、私はコーナーガード置いてもよかったとは思うんですけど、うん、だから相手がセンターガード置きます、うん、じゃあもうここガチ取り行きますよ宣言みたいな感じで、そうですね、だからまあやるんだったらこのエンドにチャレン、7エンド目にチャレンジするっていうんであれば、うん、コーナーガードっていう選択肢も、うん、良かった。もうこれ先に言ってみますが、どれがいいとか悪いとかじゃないですから、だから他にみんないろいろ思いついてるんで今は振ってるだけなんですけど、はい、コーナーカード置いたらもう少しちょっと違った展開かなと思いますし、諸角選手もちょっと警戒したと思います、はい、もう少し、まあ、その後どうなるかわからないですよ、これわからないんですけども、ちょっとプレーの中身もありますからとか、あとだからエンドの途中でもそうですね、フリーズに行くっていう場面、フリーズに行ける場面あったので、はいはい、動くならね、何か動くなら、そうですね、動かすんだったらフリーズに行く、うん、自分のとこでカマーに行くぐらいだったらさっきのとこフリーズでしょっていう、そのなんか辻褄の合わないエンドっていうのはちょっと気に入らないですね。気に入る、すみません、最大限のはいね、うん、でしかもなおかつこれ結果良くない結果ですからね。そうですね、これで結果が良かったならいいですけど、結果は良くない、必ずしも良くない結果なので、美月さんおっしゃってると思いますけれども、同じなんですかね、やっぱ頭のいいスキップなんで、相手のスキップが諸角雄介さん選手っていうのは非常に頭のいいスキップなので、なかなかこうなんですかね、自分たちのやりたい作戦に乗ってこないっていうか、はい、彼を乗せる、なんかこう騙すのは非常に難しいんですよね。そうなってくるとやっぱりこうエンド数それなりにないとなんですかね、崩せない相手というか、はい、ミスもしてくれませんし、ほとんど手堅いので、そうなってくるとなんか残り3エンドで戦うにはちょっと、うん、無理し、どっかで無理しないといけないのかなっていう展開にさせられてしまうので、はい、もう6エンド目はまあ、ああいう展開になってもいいと思うんです。さっき坂田さんと話をした通り、両者の思惑が重なってああいうエンドになるっていうのは分かるんですけど、はい、7エンドは逆に高校を持ってるんであれば1回仕掛けに行っとかないと、なるほどね、なるほどねということですよね。さて、まあそんな議論がありながらのこれ8エンドなんですけれども、黄色の第1投がハウスの奥中でした。そしてコーナーガードの赤、その後センターガードの黄色で、その裏を赤が取ってきまして、今ここ今
今ここの黄色の3投目です。中行きました。今のも当たっちゃうぐらいだったらイエスして後ろにカマーすればよかったのにねっていうところですよね。だからそのなんて言いますかね、まあ、先ほどは少し長い目で見たところの仕掛けところの話もありますし、ポイントポイントでそのどういう判断、あとはもっと言うともうプレーが動いてる間の判断、そうですね、これいろんな段階でいろんな考え方ができますね。なんか前半あれだけいい試合してたので、うん、あ、なんかそれは分かります。余計にこうなんかこうもったいなさっていうか、こう、うん、がすごい感じちゃってるっていうのはあると思うんですけど、いやいや、この調子っていうかこれぐらいの今日の出来だったら中に来た、なんかもう少しいろんなことできそうな、はいはい、あの調子の良さが伺えるので、出来も良さそうなだけにね、はい、あそこでこう一旦ペースを落とすんじゃなくてもう一回一段階上げていけるような内容だったりショットのセレクトでも良かったんじゃないのかなっていうところですよ。まあ、この後の成り行き分かりませんが、これで今1点取らされてしまったということを考えるとちょっとボロズミユウスケのペースに引き込まれた感じもありますかね。そうですね、そういう意味で言えば彼はここ高校で8エンド高校、もしこのエンドがいかなくても9エンド高校、9エンドもうまくいかなかったら10エンドも高校って、彼は3回チャレンジできるんですよね。なるほどね。あ、だから7エンドに1点取らせたことは諸角祐介は相当うまくいったと思ってる可能性がある。相当うまくいったと思ってますね、うん、8、9、10って3回高校でチャレンジできる、はい、諸角祐介さんに3回もチャンス与えたらそれはやばいでしょう、やばいでしょうっていう話ですね。ことですよね。それは多分見てるお客様方もみんなお分かりだと思うんですけれども、さ、前から壊していきます SC 軽井沢クラブ。なんであとはこうどういう展開、逆に SC 軽井沢クラブからすると8、9の2エンドで彼に1点取らせなければいけないんですから、はいはい、相当頭を使わないと難しいですよね。あのもう今ルールがありますので、はい、高校で2点だったらセオリー通りにやっていれば容易にとは言いませんけれども型通りで取れると言われています。そうですね、はい、ですからこの点差じゃダメなんですよね。やっぱもうちょっと点差欲しいですし、もう少しこうなんですかね、多分諸角祐介選手がこうちょっとこう脅威に感じるぐらいなんですかね、まあ、うわ、やだなって思わせるぐらいこうちょっと感じさせとかないと、彼の方が気持ち的に余裕ができてしまうと、なんですかね、やっぱやりたいようにやられてしまいますので、ちょっとそういう意味でもこう圧力かけるっていうのは大事なことかなと思います。そこも含めてのスポーツですね、このカーリングというスポーツはね、はい、一手一手のプレーだけじゃなくて、はい、やっぱりこうちょっと精神的にじわじわいくというか、はいはい、あの作戦考えてる人が動揺すればそれはもちろんこちらに有利な状況になるかもしれませんもんね、はい、コーナーガードの裏に赤が行きました。いやだからこれもう打ってきますよね、しょうがないから。そうですね、こうなってしまうとやっぱ相手のストーンも処理していかないとすごい点数取られちゃうから、うん、ごめんなさい、これ多分普通の放送だとすごくバランスを取って両方のいいところなんでしょうけど、ちょっと多分ゲームのムードとしてですよね。そうですね、今このゲームのこの流れがちょっと SC 軽井沢クラブが大丈夫なんだろうかっていう状況ね。しかしうまく弾いていった、トリプルテイクアウト。だから出来はいいんだって絶対。そうなんです、柳沢選手今日すごく調子がいいんです。今彼がトリプル決めてるんですよね。彼すごく今日調子がいいんですよ。リクです。っていうことはもう1歩2歩踏み込んでも大きなミスにはつながらないと思うんですよね、はい、今日は。ああ。なんでそこまで引いて試合をする必要ないんじゃないのかなっていう、こうなんかもったいなさです、本当に。なるほどね。さあ形は良くなりました。良くなったというか、巻き返したと言いましょうか ね巻き返したと言いましょうか。あ、そう言われると SC 苦境なのかと思えてくるって言うんですけど、すいません、今僕は思って喋ってました、正直。1点取らされちゃうんだと思って。そうですね、はい、なんで先ほども言った最後のショット、山口選手の1投目も、うん、そこにカマー行ったらそれはそういうことが起こるでしょうよっていうショットだったので、いやこれもしかしたらだから我々俯瞰して見てるからなんですけどもアイスの上でねいるとなんかその違和感をもしかしたら SC のメンバーも SC 軽井沢クラブのメンバーも
そうですね、あれなんかこれうまくいってませんよねって思ってたかもしれないですしね。もしかすると7エンド終わった時点で、うんうん、あれって思ったかもしれない。うん、なるほどね。あれ8、9、10しかなくね。はい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 。うちら先行って、いいんかな、ダメじゃんこれみたいな、いいのかなっていうのはこう点差の割に感じてるかもしれないですね、はい。まあ、全てまあ完璧にことが運んだ上での話なので、まあ、そうは言ってもねっていうところもあるかもわからないんですけど、はい、あとはすみません、今私たちが喋っているのは本人たちに聞いたことではもちろんありません、はい、聞こえてないので、はい、妄想って妄想なんですが、まあ、ただスポーツってねそれが面白いところだと思うので、今これ彼ら何考えてるのかなとか何感じてるのかなっていうのが面白いところだと思いますんで、あくまでも私の個人的な意見ですので、そうです、いやだから三月さんはいいんですよ、個人的な見解、個人的な私に至っては妄想にすぎませんから、意見ですらない。でもそれが面白いと思ってます、スポーツ、あのプレーしてあの人今どんな気持ちなのかなみたいなね、それをこうなんかこう感じ取ろうとするところがきっとこう引き込まれていくところなんだろうなと思います。僕はそう思ってます、本当にね、それが楽しいところだし、後で例えばこれでゲームの後にね談話が出たりして、あやっぱりそうだったんだとか、あ実はそうじゃなかったんだとかね、きっと今終わったら誰かが取材に走ってくれるんじゃないかと思ってますが、行っちゃいますか。いや分かんないです。新聞なんかでもねポツポツと報道されてるはずなんで、また皆さんぜひともそういうところもね、まだ日曜日まで1週間とありますんで、はい、注目していただければと思いますけれども、さてあと2投ずつの中での山口の1投目、コーナーガードの後ろにある赤を狙いに行きます。まずは出すことですね、はい、まず出すことです、ね、出しました。入ってないですかこれ。入ってないですね、入ってないですね、裏なんですが入っていません。ああだからこれ2点なるじゃないですか、うまく運んだらね、赤がまだね、諸崎選手あと2個投げますからね、2個ありますからね、中に2つありますし、 TM 軽井沢はまあ2点のチャンスもあるでしょうし、まあ別にブランクでもと思ってると思いますので、あの辺り今ブラシがある辺りに置ければいいですかね、あと1個ずつです、黄色が先に投げま す, です、ね、まあ、隠しといて打たれない、うん、打たれづらいところに置けば、はい、諸角選手もし打てないって判断すれば1点取るドローを投げてくれますから、うん、いやこのエンドのだから中盤あたりまでの状況を考えたらこれ相当押し返しましたね。そうですね、なんで逆に今チャンスが来てますよね、うん、SC カルザクラブは1点取らすチャンス、1点取らすチャンス来てますから、柳沢ですよ、またもね、え本当彼が今日すごくいい役割を果たしていると思いますし、すごく今日調子がいいんですよね、見ていて。さあですから今度こそ先ほどのですから心意気、狙いはコーナーガードの裏、山口剛、さあ今投げ始めました、立って押すか、2個入ったか、2個入りました、2個入りました、これを狙ってたんですかね、裏刺してたんで見てました、2つこうなんか当てて入れることはできないかなって、はい、見てはいて、ただ、ま、曲がってくればかなみたいな2人 の, 柳沢選手との会話はそんな感じでしたね。途中でそれができそうな雰囲気を感じてのプレーでしたかね、プレーでしたね、ウエイトもちょうど良さそうでしたしね。
さてこれは今度は TM 軽井沢が大ピンチになりました。この角度から狙いに行ってブランクできるのは男子だけですよ ね。今この画面がもう一番分かりやすいです。この離れて縦の幅はそうですね、石2個分ぐらいですかね。縦の誤差といいますかズレというのはね、石2個分ぐらいだと思いますけれども、自分のストーンはそうですね、当たって、ね、サイドに出なきゃいけないですからね。なんで男子のウェイトじゃないと出せないですね、これは。さあ注目しましょう。諸角雄介構えます。少しここは間合いを取った。諸角雄介ブラシが上がったままだ。コールが変わった。当てて、立つ出して、自分も出たか。自分も出ました。ナイスショット。すごいですね。第8エンドブランク、いかに1点取らせることが難しいかですよね、彼にね。これやられたら、どうするっていうですね。いや、館内のお客様だと思います。すごいものを見ましたよ今。いやー、テイクエイト6秒ですね。諸角選手聞くと、いや僕の6秒は当てにならないんでってこの間言ってたんですけどなかなか大したもんですね。よく意味がわからないんですがそんなに得意とするウェイトではないらしいですよ。なるほど、そういうことですか。はい、彼に言わせると、はい、いやすごいプレーが出ました、はい、素晴らしかったですね。ね、ちゃんとすごいプレーが出たら僕実況するんですよ、ちゃんと。黙ってるだけじゃない、黙ってるだけじゃない。でも 今のはもうさすがっていう見応えのあるショットでしたね、うん、状況を打開しました。そうすると、さてじゃあ次のエンドはどうやって1点取らせようかと、うん、そうですね、そういうところにこう悩みが。これをだからもしかしたらあと2回、逆に言うと山口 SC カレザクラブの方はあと、あでもここでもうなんとかしなきゃダメか。そうです、そうですね、ここで次はダメですね、はい、もうここでなんとかしないといけないですね。ここでもうなんとかしなきゃいけないので、だからそういう意味で言ったらやっぱチャンスが1回少ないんですよね、 SC カレザクラブの方がね。そうするとやっぱり先ほど言ったみたいに残り3エンドしかなくて先行っていうことがいかに不利かっていう。TM 軽井沢は2回チャンスがあります。そうなるとどっかでやっぱり無理しなければいけないですので、はい、今度はですから黄色先にセンターガード置いてきてますんで、あだから置くとこれどうだ、カスター、あーかすりました。でもそんなに悪くはないと思います。ちょっと意味が分かりました。ああやってセンターガード置くともうすかさず狙ってくるんで、はい、ガード置く方はプレッシャーありますね、これ。ありますね。先に入れられるとやっぱり追っかけなきゃいけないので、うん、はい、ちょっと大変さも出てきますし。ただ今そこは助かりました。初めてじゃないですか、諸角浩介君。このうまくいかなかった。この試合始まってこういうショット。前に2つの格好で2つとも入っていません。センターラインの上に来そうです。センターガードの裏を取りました、うん、ナイスショットですね、まあ、気持ち見えてるのかもしれませんけれども、最後ちょっと曲がって入ってきたんで、うん、いいとこに、はい、こういう角度ですね。今のこの画面が分かりやすいと思います。
あ、結果が気になるので予定を変更して外出先でも観戦中というお客様のチャットが入りました。ありがとうございます。ありがとうございます。これは気になりますよね。ちょっとかつて外ここは何か勝負が大きく動きそうな序盤の気配ですけれども、美月さん結局だからこういう形が終始作られているんですよね。赤がちゃんと中に2つっていう、同じですよね、これもさっきとね。同じですね。でやっぱりこれ見えてる方打ちますもんね。もう先行は打たざるを得ないですよね。やっぱりもう2点ここで、まあ、2点だったらいいけどねってところかもしれないですけど、はいはい、うん、まあ、なるべくだったら1点に抑えたいってなってくるとやっぱりヒッティングを選ぶチームが多いですよね、はい、あーダメだよ、残れない、残れません。残れないと、あ、またいい場所は端減りですか。今のはヒットロールしなくてもいいので、うん、ハウスに残したいストーンですよね。多分今諸角祐介が指した位置、このハウスの右手の方ですけれども、止まった黄色も利用しようとしてますよね、おそらく。そうですね、もうあれは十分利用価値のあるストーンですから。ウェイトが弱そうなんで一生懸命入ってますね。モルズミュースクも登場、3人で吐く、これは出てきますね。3人で吐く3人で吐く、吐いたら少し伸びてきました。贅沢言うならもうちょっと T ライン付近までにはね、行きたかった。 T ライン奥、 T 奥でもよかった。はい、まあ、今吐き終わった後岩井がね天を仰いでたんですよね。やはりああいうとこは岩井さん、スキップ出身ですからね、ああいう細かなこういうところも多分気づいてて、はい、ああ今のはもうちょっとだったなっていう、そういうこともあるんだと思います。あとどうでしょう、途中で入ってた時の感覚とやっぱり違ってたんですかね。途中でも当然ずっとジャッジしてるわけじゃないですか。ちょっと行くんじゃないかなっていう感覚があったと思うんですけど、実際にまあハウス近づいてみたら、はい、止まっちゃったなっていう感じだったと思うので、うん、赤出るか、出ない、出てません、出てません。これですね、ですからですね、やっぱりああいうサイドのストーン、あとは別に試合に関係ないじゃんって思われがちなんですけど、こういうところで効いてきちゃうんですよね。大ありですよ、関係ね。赤これ残ってます。まあ諸角祐介の思惑通り、そうですね、彼が狙った通りになったということですね。そうするともう、もう彼の、はい、頭の中通りに試合が運んでるってことですから。いや、これ2点ならまだしも3点取られると話が変わってきます。 SC 軽井沢クラブ、一方得点を目指す TM 軽井沢、反対側まで、お、裏に隠れた、素晴らしいショットですね。裏に隠れました。いや、だからもう前からっていうショットですけど、今言っていたのはね、そうですね、前と言いますか、まあ、2つ目のハウスのちょい外の黄色から、まあ、ガードね、非常にハウスに近いですし、はい、まあ、柳沢選手非常に今日調子いいですからね、うん、なんかきっといいショット決めてくれそうな予感はしますよね。どうなんだ、ウェイトある、まずは前の黄色に当たった、あと、
今の実況はでいいですか。そうですね、ちょっと難しかった、難しかったですね。1個は出せたよっていうところの評価はあると思うんですけども、はいはい、なるほど。ゆっくりと今度は来ます。岩井、なんかあそこの展開だと今のストーンだとするとあのハウスの近くだともしかして早いので打つよりなんかこっつんってハウスの中に押し込んだ方が森泉選手は嫌だったかもしれないですね。あ、もう打つんではなくて自分たちのストーンを増やしていくはず、はい、なるほどなるほど。そういう展開の方がもしかすると諸角選手はやりづらかったかもしれないですね。あと2個ずつです。現在第9エンド TM 軽井沢が1点を追いかける展開ですけれども後攻でチャンスを迎えています。もう何だか考えてますから直接は見えないわけですね。これきっとそうです、ね、直接は触れないタイムです、ね、タイム、あ、別に僕が代わりにタイムっていうことはなかったですね。すみません、ごめんなさい、つい代わりに言ってしまいました。ここでも知った川が降りてくるんですけどね。ああ、そうそうですね、はい、できることすごく少ないとは思うんですけども、うん、すごく少ないですか。なんとなくもうね、これを出しに行くっていう選択肢非常におっかないと思うんですよね。そうなってくるとこうつけるっていう、はい、ね、フリーズっていう作戦かとは思うんですけど、フリーズもでも難しいのはティーラインより前に相手のストーンがあるんでフリーズもしっかりあのストーンの付近に来ればいいんですけど、はい、ちょっとウェイトが早かったりとか、はい、外にこうコロンって顔が見えてしまったりとかすると大惨事ですね。これ大惨事になっちゃうので、それなくされちゃったらもう大変な得点になっちゃうもんね。なっちゃうので、はい、それであればなんかもうしようっていうことはあります、はい、西室雄二コーチが出てまいりました、はい、今季はここでね、指導に当たっていますから軽井沢に戻ってきて指導に、はい、選手たちの指導に当たっているということ。男子のチーム見るのは初めてじゃないですかね、彼の経験上。そうですか、はい、私たちの女子のチーム見てから男子のチーム見たことないと思いますので、うん、非常に長い付き合いですけれども、はい、まあ、それこそあの富士急のコーチになる前からあのなんか拝見して見てるとすごく研究熱心な方なのかなという印象がありますけれども、ね、初めて私たちのチームにコーチついてもらった時は彼が初めてコーチになった時なんですけども、その時から非常にあの研究、まあ、もともとね、あの研究するような研究肌、研究者肌というか、うん、そういう方なので、うん、非常に何ですかね、面白い視点からカーリングを読み解いているコーチだなと思います。あ、そうですか、はい、ちょっと話を伺うとね、長くいろいろ話してくださるんですよ。本当に持ってる引き出しが非常に、うん、あの多種多様なので、うん、その時に開ける引き出しによって、まあ、話の展開も違いますし、はい、すごくあの人当たりがいいので、うん、あの話しててもあの何ですかね、嫌な感じがしないっていうのがあると思います。すごいこと狙わせますね。前からですか。まあこれでも一つの手です。これ分かりやすい、分かりやすいですよね。これ、はい、前から中、うん、まあ、狙わせたのかチームのメンバーがこれじゃねって言って、うん、あ、そうってなったのか。まあ決まって前が開くだけでもいいと思うんですよね。あ、なるほど。それなぜかっていうと前開けられた場合、じゃあ諸角選手次どこに投げるかなっていうと、まさかハウスの中あのまま見せとくわけないですよね。はいはいはい。ってことはガードを置く可能性が高いってことは、うんうん、ハウスにこれ以上ストーンが増えませんので、はい、取られる点数の計算がもうだいぶ頭の中でできるということもあると思うので、そういう意味ではあの、うん、いい選択ではないかなと思います。どうなんだろう、来てます。柳さんが後ろに下がった、当たった後分かれていきます。前は開きました。こういう展開でも決して悪くはないと思います、うんうん、前は開いた、前は開いてます、ね、前は開いた、はい、ですから今美月さんが言ったようにセンターガード、そうです、ね、ちょっとかかるぐらいのガードを置かざるを得ないですよね。あのまま、まさか丸見えのままコーナーにドローしたら、まあ2つないし、まあね、2つないしトリプルされたら
あれ2点しか取れないのっていう感じになってしまうと思いますので、どうなんですかね。これやっぱり取るなら2点はダメですよね、この展開ですからね。あ、まあ、取れるかどうかってこともそうですけど、いや、ちょっと2点以上多く取りたいなと思いますよね。これで2点しか取れないっていうと逆にちょっともったいない、ショックも含めて、ショックも含めて2点かみたいな、2点かみたいな感じになってしまうので、まあ、点差も考えると3点、3点ですかね、やっぱりね、欲しいですよね。いや、ですから TM 軽井沢はかなり慎重に考えています。あの、見ようによってはね、ハウスの中に3つストーンがあるだけなんですけど、かなり慎重に考えています。いや、山口選手 の、ね、あのテイクウェイトのクオリティを持ってすれば、うん、3つはあの角度によっては可能性ある、可能性は十分ありますので、うんうん、そうすればやっぱりこう多く残しておきたいなって思うと思います、はい。どうやら狙いはセンターラインの上、ハウスの、まあ、端の方ですね、セリ一番何上っていうんですか。そうですね、ハウス、そうですね、こう一番手前側、手前側ですね、うん、その辺が難しいですよね。ガードするだけじゃもったいないしっていう話になってしまうと、やっぱハウスにちょっとかけときたいなと思いますけど、近づければ近づけるほど、はい、ダブルテイクトリプルテイク簡単になっちゃうので、その辺のこうなんかもどかしさはありますよね。さて、どこに置いてきますか。注目しましょう。両角雄介に2投残されているうちの1投目です。高校の TM 軽井沢、ちょっと近づくか、ちょっと近づくか、ああ止まりました。ハウスのほぼてっぺんのところで止まりました。こうなってくると、あとはいくつ最後出せるかなっていうチャレンジですよね、はい。ただこれある意味ノルマ3つですよね。これ3つは最低2つですね。最低2つ、3つ出ると次1点差で自分たちが高校、ね、はい、もう3つ出せれば山口選手もファインプレーって言ってもいいぐらいじゃないですかね、うん、はい。じゃあそれでノルマ2つ、3つだったらおめでとう。そうですね、うん、双方残り1投ずつ、ごめんなさい、大丈夫です。3つだったらもう大歓声ですよ、ね、大歓声で。じゃあ、それでね、ぜひとも館内の皆さんもお願いします。山口剛、強く蹴り出した。声が飛ぶ、声が飛ぶ、中2つです。ワンツー赤、2つでした。まあまあ、よく投げた方だと思います、うん。ノルマクリアで、はい、3点目のこれがドローですね。このエンドの最後です。また少し間合いを取っています。両角雄介、前半と、ね、投げるペース違うんですよね。前半は割とハックに入って結構スッと出てくることが多いんですけど、はい、後半のハーフ明けからは非常に丁寧に投げてます。やっぱりそうですか。今私2回目だなと思ったんですよね、自分で言ってて。やっぱりその辺のこうギアチェンジみたいなのも彼の中にあるのかなとは思うんですけども、前半はそうですね、シンプルに中へ入りました。それだけその、まあ、一投には違いないんですが、はい、意味付け、位置付けが違ってきてますかね。違ってきてますし、まあ、自分の役割っていうのもやっぱりしっかり理解している選手ですので、まあ、こういうところもね、まあまあ決めて当然と思ってると思いますし、はい、そう、意識のレベルは決めて当然、はい、その当然をしっかりとやり遂げました。 TM 軽井沢は3点、2点リードとなりました。最終エンド、さあ SC 軽井沢クラブ、ひっくり返すことができるかどうか。最後までやってまいりました。
この高校はもう今までの戦い方とは違ってきますか、 SC 軽井沢クラブは。そうですね、まあ、できることなら3狙いに行く高校になりますので、うん、2はマストって形になってくると、うん、まあ、相手の、ね、出方も変わってきますので、うん、まあ、より2点取りづらい展開にはなると思います。まずは TM 軽井沢です。諸角康介、そこを抑えてくるんですね、もうがっつり。そうですね、良かったと思います、はい、モロスミ選手ね、非常に今日調子いいですからね。初めて高校でコーナーガードを置いたんじゃないですか。そうでもないですかね。どっかで ありましたかね。そうですね、前半にありましたかね。センターガード置かれて大体裏取ってませんでした。初めてかもしれないですね、コーナーガード置いたの。そう、これ赤こうやって置かれてみるとあれ仲がいいですよね、1投目も。そうですね、ね、打ってくるわけないですもんね。打ってくるわけないので、うん、また近いところに重なってきます。重なってきました。ああそうか、だからあのなんか本当に陣地を取るためにあえて石ちゃんと置いて、なんかここ領地ですみたいにしちゃうような感じですよね、これね。もうハウスを狭くして、はい、まあ、相手になるべく広く使わせないようにっていうところですね。まあ、もう一つコーナーガードを置いてきました。まだガードは打てません。センターガードです。狙いはセンターガード。宿谷亮太郎、宿谷選手今日本当に淡々と頑張ってますよね、うんうん、すごく派手なプレーはないんですけども、はい、今日はすごく堅実にやってるなっていうイメージです。あのポテンシャルのある選手なんですけど、まあ、実績もある選手なんですけれども、はい、早くこのチームのレベルに追いついていかなければというふうに、ちょっと厳しい表情で話してね、今大会の初日を昨日迎えていましたけれども、もう少しね、なんかそんなに気張らなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。すごくポテンシャルの高い選手なんで、十分ねこのチームに追いついてると思いますけどね、はい、多分すごい真面目な人なんですね、この人。すごく真面目だと思います。後ろもどうかしました、うん、ただまあセンターに一つ残りましたが、後ろは散らばりました。だからそういう雰囲気の、なんかそういう自分がどういうふうにできるかっていうね、宿谷は考えてるんじゃないかと感じましたけれども、でもまあ多分それが成長するために必要な考えだと思うので、うん、なんで彼はこれからもっともっと上手くなる選手じゃないですか。いい機会ですかね、今回このチームに合流できたということ、はい、すごくいい刺激を受けてると思います、うん、で、まあ、またチームの中で目指す人がいますので、はい、その人にやっぱ近づきたい、追い越したいっていう思いは、うん、すごく選手としたら素晴らしい思いだと思いますし、またそれを実現するだけのポテンシャル持ってますので、はい、楽しみなんじゃないですかね。岩井と宿谷は北海道を離れてこのチームに合流して、現在
自分との戦いもきっとあるでしょうけれどもね。いや大変だと思いますね、うん、やっぱり今までの生活すべて捨ててきてるわけじゃないですけども、また違ったところで新しく生活をスタートしていて、チームも新しい、その中でこう自分もっと頑張らなきゃいけないっていうその気持ちっていうのはすごく大変なものだと思うので、なんであんまり抱え込まないでほしいなと思いますね。もう少し若いので、はい、のびのびやっても、ね、失敗はやっぱ誰でもあると思いますし、はい、諸角選手も最初からああいう選手だったわけではないのでそうですよね、誰でもそうなんですよね、はい、もう地方予選勝てなかった年も何年もありましたし、そこからやっぱりもう押しも押される選手になっているので、宿谷選手もそれぐらいのびのびやっても許されるんじゃないかなって私は思います、はい。黄色が前に3つあって、今その裏奥の方に黄色が入りました。次は岩井です。あ、岩井もまさに同じ、陣取り合戦になってますよ、ここはね。もうそうですね、石の取り合いじゃなくてハウスの面積の取り合いみたいな。あー、裏センターガードの裏です。でも諸角選手非常に頭がいいので、普通のスキップだと前のガードをテイクとかしたりするんですよね。けど隠れるところをなくしたいという、はい、けどこの試合このエンド始まって1回もテイク投げてないんですよね。あー、そうか、ああそうか、すっごい相手をやりづらいと思います。山口選手は諸角選手が切ってくる前提でコーナーガード2つ置いたと思うんですよね、はい、こうやってされるとコーナーガード2つ置いた意味がないんですよね。ましてやコーナーガードの裏にむしろ赤がね、そうなんです、陣地を取ってる感じになっていますが、はい、逆にコーナーガードあることによってハウス逆に狭くなっちゃってるので、すごくやりづらいってないかなと思います。2点でも同点です。勝つために3点必要な SC 軽井沢クラブ。柳沢のストーンがずっと今止まった赤のストーンに近づいていきますが、勝つただけ後ろの赤にかぶる。さてこの止まった位置がナンバー2、あそこに構えたっていうことはコーナーの裏、いや打つって言ってました、打つってことですか、はい、あ、後ろ打つ、今の石を打つってことですね、はい、岩井です。 TM 軽井沢、まあ、黄色だけ出せなくても、はい、芯でヒットステイで、まあ、自分たちがナンバー2になれればいいんじゃないかなと。もう今の黄色を得点にならなくしてしまう。少し開けました、うん、まあ、ワンツーですね、はいはい、ワンツーですね。今止まった赤が、今投げた赤がナンバー2になりました。さあ、あと3個です、あと3個です。もうガードの後ろに入ってますから、まとめてどかすことも難しい。これ逆に前開けさせられちゃうかもしれないですね。あ、前から行こうとしてますもんね今ね。やりたいこと逆ですよね。あ、やりたいこと逆バーバー動かさないことには話にならないですよね。真裏でしょこれ、ほぼ真裏なんで、どうやって動かすかっていうことだと思うんですけど、山口はもうセンターガードから行くしかないんじゃないかっていう話ぶりなんですけど、センターからランバックに行って、はい、そこにヒットステイしてくれればまだいいと思うんですよ、シューターが。ただ前開けちゃうっていう展開になると、はい、ちょっとなっていうもったいなさもありますよね。今真後ろへっていう感じでしたけれどもね、センターガードから。あ、そうではなくて、
いずれにしたってもう切るだけで1個使ってる暇はないですよね。そうですね、あと3個しかない、ね、3個しかないわけですから、前切ったところでまた前に置かれるとどうしようかっていうところもあると思うんですよね。前、あ、飛ばしますね、やっぱりなるべくヒットステイですね、本当に。柳沢ここも出るか、スーパーショット当たって後ろへ、一つ残れませんでした。そこへ置き直そうという話ですね。あと2個ずつです。点差は2点。そうですね、逃げ込みを図る TM 軽井沢。展開誰が予想したのかなっていう感じなんで、ちょっと小野住祐介さんさすがですよね。これがだから相手に取らせない彼なりのやり方、彼流のやり方ってことですよね。5ブロックになって、はい、じゃあどういう形が先行って一番有利なのかなっていうのを分かってますよね、はい、ですからあの他のゲームを見るときとおそらく景色が皆さんもあのご覧のお客様と違ったと思うんですよ ね、 すね、あの私もそれ感じました。こういう形になるんだ、へえ。だ次に何が起こるかがちょっと見ててね、なかなか分かりづらいところもあると思うんですけれども、これ完全に先行がラストエンド負けてるパターンですからね、やってることは。そういうことですね、点差的には3点勝ってる、勝ってるわけですから。超えるか、超えるか、超えます。中へ来る、3人で吐く、入ってきた。ちょっとこれはいただけないですね。いただけなかったところはどこでしょう。ナンバーワンもしくはナンバーツーになれなかったことですよね、うん、すごくナンバーファイブ、ファイブですね、一番外です、ファイブですね、一番外ですよね、はい、そうか、これワンツーには容易にというと失礼かもしれませんが分かりやすいですね。そうですね、ワンツーになる方法はあったなと思ったんですけど、黄色と、うん、今の感じだと同じミスするんであれば全然自分のハウスに入ってるナンバーワンにフリーズでもよかったですよね。はいはい、そのぐらい奥まで行った方が全然よかった、奥まで行った方がよかったですよね。何も弱いの投げなくてもっていうとこだと思うんですけれども、うんうん、それはだから読みが間違っていたのか考えてることが別だったのか、森住選手の考え方とするともしかすると奥まで、私は奥まで行ってもいいよっていうミスの範囲だと思うんですけど、うん、彼の場合だともしかすると前になってもいいよっていうミスの範囲だったかもしれないですね。あ、そうすれば相手の入ってくるラインがもうないんで、なるほど、なるほど、同じミスをして奥に行っちゃうよりはもしかするとハウスの前になってガードだったらそれはそれでいわゆるハウスが見えなくなるんでいいんじゃないっていう考え方だったかもしれないですね。前にあるいやらしさ、ね、そうですね、相手さっきのショットで前切ってるんで、はい、前は嫌なんだろうなって感じだと思うので。さあ山口です、あと2つ残っているうちの1つ、ただ石に余裕はない、2人で懸命に入っている、懸命に入っている、奥まで行って中を取りたい、前です、前です。完全に諸角選手読んでたのかなっていうところのストーンに当たっちゃいました。あのなんかもう引きずり込まれた感じですかね、完全にそうですね、彼に引きずり込まれてますよ、ね、そうなるかどうかわからないんですよ本当は。もしかしたらでも諸角祐介にはちょっとそうなる かもか、もしかしたらそうなるだろうと、うんうん、なんとそう思ってまさか置いたわけじゃないよねっていうような展開だったので、ね、ちょっとびっくりしました。あと一つずつです。先に諸角祐介が赤いストーンを投げます。 TM 軽井沢、岩井はハウスに向かって右手の方に構えています。先
ほどと、ね、同じラインですので、ね、うん、今度はまあすごくいいショット決めてくるんじゃないですかね、はい、諸角雄介今度はクリーンです。入っている、コントロールされています。曲がってきた、曲がってきた、3人でハグ、うん、これでワンツー、ワンスリー、ワンスリーかな、ワンスリーですね、ワンスリー、いやもうちょっと3点は無理ですねこれね、うん、2点3は無理ですよね、これ2点にするにはナンバーワンですか、1を下げれば2は取れます、ナンバーワンは6時30分、今見ている画面で6時30分ぐらいにある赤のストーンがナンバーワン奥です、これが、ああもうそれ狙いますね、2人で入って向かっていく、懸命に入って向かっていく、まずは前の赤を越えるかどうか、絡んではいけない、絡んでしまった、1点、どちらかは分かりませんが、いずれにしても勝ったのは TM 軽井沢、最後押し切りました。今ハウスの上で両者握手、力の入る攻防を制したのは TM 軽井沢でございました。地の恵みを育て自ら分け合う人類のあるべき姿の象徴的な共同組合の共がないと共存できない、テリトリー奪うより手を取り歌う One for all, all for one、 なくならない格差社会、弱者に拍車なくなやばい、大気圏の中にある大自然、助け合わなきゃ絶対危険、数字の通った吹き取ってるとうちの弁当、協力体制、組まなきゃ遠のく再生、我らミスデのシスター、ピンがやっぱ国産、まだまだチャレンジメイディンジャパン、エンジンかかるエンディングな、高めていく先人から、の畜種と公衆コメラブコール、人と人つなぎ合うロープ、誇りと皆の生命線と価値を守る JA ゼノ、インターネット放送をお届けいたしましたのは TM 軽井沢対 SC 軽井沢クラブ、軽井沢ダービー、地元対決ということでございましたけれども、勝ったのは TM 軽井沢でございました。長野県カーリング協会の佐藤美月さんにお話を伺ってまいりました。振り返りましょう。印象はですね、前半すごく五分五分だったと思うんですよね、はいはい、あのすごくいい試合をしていて、うん、まあ、お互いに見どころもあって、まあ、なんとなくお互いのチームカラーだったり、はい、やりたいことっていうのがこう出てて、すごく面白いゲームの入りだったと思うんですよね、はい、で、まあ、ハーフタイム明けてからは本当にあの TM 軽井沢がこう一気にこう流れをつかんで、まあ、こうなんですかね、グイグイ押してくるような感じですかね、最後までそういう形だったので、逆に SC 軽井沢クラブはちょっとハーフ終わった後にちょっと引いてしまったのがもったいなかったかなって思いますね、はい、なんとなく前半いい流れで行ってたので、もう少しその流れをこう前面に押し出しても渡り合えたんじゃないかなっていうふうに思います、はい、
これは難しいですね。ワンプレーがどうっていう話ではないので、今おっしゃったことは、はい、だから4人でやってるカーリングだから、そういうことがこうなんていうかコントロールできるかどうかっていうことなのかな。そうかもしれないですかね、はい、そのあたりのコントロールできてるところはやっぱりこう全体的なんですかね、こう試合をまとめて、まあ、勝ちにつなげられるっていう形だと思うんですけど、はい、なかなかそのゲームを一貫してコントロールできないと、そのエンドごとのなんですか、ね、1エンド目、2エンド目、3エンド目ってこうコマ送りというか、はい、そういう形になってくると、なかなか最後こう勝ち切るのはちょっと難しくなってきますよね。あ、今はお話を伺うと、ですからその一つのゲームを僕たちが見るときにもですね、いろんな角度が、そうだからコマで見がちです、やっぱりどうしてもね、はい、一つ一つ、あ、何エンド何点取ったとか、はい、あ、この一投どうだったとか、あれが素晴らしかったとかなんですが、必ずしもそうではない。そうですね、必ずしもそうじゃなくて、やっぱりある程度勝つにはチームの中の流れ、ゲームの流れっていうのは必ず存在しているので、はい、それをまあ掴んだチームがより有利であることは間違いないと思います。まあ、今のゲームに関して言うと、やはり TM 軽井沢の方はそういうことを見ながらゲームを進める力がどうやらありそうですね。ロジニー選手、その辺も経験で、うん、あの流れがなくても流れ作っちゃいますよね、自分で作って、なんとなくチームをこうなんとなくいい形にまとめて最後持ってきちゃうっていう、やっぱりその辺の、まあ、一種強引かもしれないんですけど、そういうやっぱカリスマ性もありますので、そのあたりはこうやっぱ、ね、こう心強い、チームメイトは心強いですし、まあ、対戦相手からするとやっぱり嫌だなっていう思うとかと思います。さて SC 軽井沢クラブ、この後勝ち進んでいくためには、あのもう最大目標はまず9チームのうち4強に残ること、はい、これが絶対条件ですので、はい、そこへ食い込んでいかなければなりません。まあ、そのためにということで言えばどうでしょうね。前半と同じ試合が後半もできれば十分4強っていうのは大丈夫ですよね。見ててもシンプルに前半はやっぱり良かったですね。前半は良かったです。それはだから一投一投の細切れとかエンドごとじゃなくて、はい、流れも含めて、流れも含めて、まあ、一投目から8投目、はい、1エンドから5エンドまで、うん、すごくいい流れでやってましたし、うん、諸角選手をそれこそ圧倒する場面もあったと思うんですよね、はい、なんで前半の流れをもう少し後半にこう同じような形で持ってくることができれば、はい、まあ、彼らの実力からすれば4強は大丈夫だろうって言っても問題ないと思います、うん、この後のそれぞれのチームの戦いぶりにぜひともご注目をいただきたいと思います。いろんな意味で、もちろんSC 軽井沢クラブを応援された方は負けて残念なのかもしれませんけど、はい、それも含めて彼らの戦いぶりも含めてなんかすごくいいものを見た気がします。そうですね、うん、すごく可能性っていう意味では大きいものを見せてくれたと思うので、はいはい、ね、普通に前半の流れ、前半の形が作れれば、うん、逆に彼らのペースで試合を主導していくことができますので、はい、それはすごく彼らにとっても少しこう日本選手権出て何かこう見出せたんじゃないかなというふうに思います、はい、もし課題を SC 軽井沢クラブのメンバーが何か感じているとしたら、じゃあそれをどうするのかというところは一つこの後の見どころになってきますね。そうですね、ハーフ終わった6、7エンド、はい、まあ、いわゆる中盤って呼ばれてるところだと思うんですけど、はい、そこをどういうふうにゲームを組み立てるのっていうところだと思います。その辺はYouTube のアーカイブでもご覧いただいて、いやいや、素晴らしいコーチがついてますので、はい、まあ、コーチは間違いなくその辺は分かってらっしゃる方だと思います。そうか、だからお客様方がそこをちょっとご覧いただいて、そうですね、もう一度復習すると、はい、なんかすごく彼らの良いところも、そうですね、これからのところも、はい、ということですね、きっとすごくいいプレー見せてくれてますので、はい、かなり期待してます。なりゆきもご注目をいただきたいと思います。さて、この後の放送予定ですね、まずは NHKBS1 から参りましょう。 NHKBS1 は予選の間連日午後のゲームと夜のゲームそれぞれ中継放送がございます。 NHKBS1 でのこの後午後の放映予定はこのようになっております。札幌協会対富士急、札幌協会対富士急、これが放映されます。そして夜はチーム東京対コンサドーレ、チーム東京対コンサドーレ、まあ前年度優勝戦とはいえやっぱり三木さん、これだからモデルチェンジしたチーム東京がどれだけっていうところは今、そうですね、面白いです、興味深いですよね、はい、まあ、新しい戦力も入ってきて、うん、
あとそこをじゃあどういうふうにまたチームとしてやってるのかなっていうところも、はい、まあ、皆さんすごく興味津々だと思いますので、まあ、自分たちらしいいいゲームしてほしいなと思います。形としては確かに前年度の決勝と同じ組み合わせではあるんですけれども、様子状況も違ってきてますんで、そのあたりを新たな注目ポイントに加えるといいんじゃないかと思います。 NHKBS1 での放映予定を お知らせしました。この後ご覧のインターネット放送、次はねトラブルなしでいきますんで頑張ります。申し訳ありません、本当に頑張ります。だって中部電力だもん次、中部電力対チーム広島ですね。まあ、中部電力はいいでしょう、もう皆さんよくご存知。チーム広島の姉さん方も好気合でしたよ、インタビューでお話を伺ったら、うん、なかなか練習環境が整わない中でね、はい、頑張って練習してきたっていうことなんで、成果見せてほしいですよね、一つでも二つでも。もう本当に日本一を決める舞台ですので、うん、まあ、思い切ってプレーしてほしいですね、はいはい、うん、きっとそんなはつらつとしたところが、ね、はい、見られるんじゃないかと思いますし、そういうところが見られるといいプレーもね、そうですね、おのずと出てくると思うんですよね、うん、なんかチーム電力をこう黙らせるような、はい、なんかいいショットを期待したいですね。いいですね、ちょっと今黙らせるのところ力入って大丈夫ですか、立場的に大丈夫です大丈夫ですか、立場的に大丈夫ですか明日からいなくなるんで大丈夫ですか、いなくなるから大丈夫、2週間ぐらいいないのかな、だからもうそのうち忘れてますね、はい、みんな大丈夫ですね、はいはい、男子の方は夜のゲームでございます。宮城 CA 対北海道大学、宮城 CA 対北海道大学、このカードをお届けをいたします。今日も夜までインターネットストリーミング放送をお楽しみいただきましょう。解説は長野県カーリング協会の佐藤美月さんでしたが、この後ね、美月さん DJ タイムをちょっとお付き合いいただけます、はい、というのはせっかく世界ジュニアコーチとしてね、お出かけになるので、ちょっとその情報といいますか選手たちの話なんかも改めて教えていただけますか、はい、本当はね写真とかがもう今後悔してるのすごく、写真とか用意しとけば見せられたなと思ったんですけど、まあ、ここはラジオなので、はい、ちょっとお話をね、はい、少し伺っていきたいと思います。この次の DJ タイムですけれども、佐藤美月さんにそのお話をいただいた後ですね、このインターネットストリーミング放送の、名誉実況アナウンサーでいらっしゃいます、土屋アナウンサーにもご登場いただきましてですね、これ恒例になっておりますけれども DJ タイムでお話をたっぷりと伺ってまいります。どうぞチャンネルお時間のある方はこのままで DJ タイムもお付き合いください。実況担当は私坂田裕明でした。また後ほどお耳にかかりましょう。ありがとうございました。